はい。皆様、こんにちは。安宏です。今回は2018年に放送された NHK 大河ドラマ、セゴドンの全話解説という動画をやっていきたいと思います。なぜ今更セゴドンなのかというと、最近僕が見直したからというだけの理由に過ぎないんですけど、えー、ただ、最後高森がどんなことをした人物なのか知りたいけど、大河ドラマってめちゃめちゃ長いですからね、えー、ちょっと全部見る時間はないなーって人だったり、 または、セゴドンを見たけど、実はよくわからない部分があったよって人だったり、内容を忘れちゃったって人もいると思うんですよね。そういう人たちが楽しく西郷隆盛の人生を学べる動画となっていますので、よければ見ていっていただければと思います。では、本編に入る前に、いくつか注意点をお話しします。今回はあくまでも、大河ドラマを通じて歴史の勉強をしようという内容になっていますので、 え、キャストの話だったり、ホームドラマパート、恋愛パートみたいな話はほとんどしないので、えー、ご理解お願いします。また、大河ドラマというのは史実ではありません。具体的に言うと、この人物とこの人物って、この段階ではまだ出会っていないよね、みたいな部分ってたくさんあるんですけど、まあ、それはあくまでもテレビドラマなので、そういうもんだと思って解説を聞いてください。 えー、特に重要なのは、今回は薩摩藩の最後を高森が主人公のドラマということで、えー、最後、かっこ薩摩イコール正義みたいな図式で、えー、ドラマも成り立っているわけですね。ということで、えー、幕府型の人間なんかは結構悪者として描かれたりしているんですけど、えー、それって本当なのみたいなところが結構あるんですね。 えなので今回はあくまでも最後高森を主人公とする大河ドラマだから、薩摩が正義、幕府が悪者みたいな感じで描かれているけど、まあ、そんな単純な話じゃないんだよっていうのはちょっと頭に入れつつ話を聞いていただければと思います。あまりにも突っ込みどころがひどすぎる展開については僕の方で補足したりもします。えー、そして最後に、えー、僕は歴史の専門家ではなくて、えー、ただ歴史が好きでいろいろと勉強している素人にすぎませんので、 もしかしたらお話しする内容に細かい間違いだったりあるかもしれません。えー、その点ご理解していただいて、この動画を見ていただければと思います。はい。ということで、前置きが長くなりましたが、えー、大河ドラマセゴドンの全話解説やっていきましょう。それでは、まず西郷隆盛の生い立ちから見ていきましょう。西郷隆盛は1828年、薩摩藩、現在の鹿児島県の下級武士の子供として生まれました。 なので、後に明治維新の三欠の一人に数えられる西郷隆盛なわけですけど、生まれた時は単なる下級武士の子供に過ぎなかったですし、え西郷家というのは借金もある貧乏体家族みたいな感じだったので、え後に西郷隆盛が英雄となるまではずっと苦しい生活をしているという感じの家だったんですね。そして重要なのは、西郷が生まれた薩摩藩というのは、 え関ヶ原の戦いの時に家康と戦って負けた戸ざまなんですね。戸ざまなので基本的に幕府の政治に関与することはできないという立場の藩だったということになります。それでは薩摩藩に生まれた西郷隆盛がどのような教育を受けて育っていくのかというと薩摩藩には五重教育というシステムがあったんですね。 50というのは現在でいう町内会みたいなものなんですけど、その50単位に分かれて、50の中で先輩の武士が後輩の武士に武芸や勉強を教えるというような教育システムが取られていました。で最後、後高森は下舵屋町というところの生まれなんですけど、そこの50の中で先輩からいろいろ教わって育っていくということになるんですね。 そして、なんと、この下舵屋町の50には、西郷隆盛だけではなくて、西郷と同じく、後に明治維新の三傑のうちの一人として数えられる、大久保利道もいたんですね。すごいですよね。で、この西郷と大久保は、家が近いということもありますし、年齢も近いということもありますし、ということで、だんだんと大親友になっていく、ということになります。 えー、そして年齢ははっきりしないんですけど、おそらく最後高森が10歳とかそのくらいの時に、妙円寺参りというイベントが起こるんですね。妙円寺参りというのは、えー、重たい甲冑を着込んでですね、その状態で約20キロ走るという、僕だったら多分500メートルくらいでリタイアしますけど、そういう荒々しいレースなんですね。 でそのレースでどの50の者が1位になるかっていうのは争っているわけですけど、まあ、最終的に下賀谷町が優勝を果たすんですね。で、褒美をもらうことになるんですけど、その褒美の場にですね、なんと薩摩藩のお世継ぎということで、次の藩主となるべきお方ですよね。えー、その島津成明がいたんですね。で、島津成明は下賀谷町の者たちに、 子は国の宝だ。お前たちがいれば薩摩は安泰だ。頼もしく思うぞ。というふうに声をかけてくれるんですね。で、これがきっかけで、西郷隆盛たちは、島津成明に対して、尊敬の念を抱くということになりました。しかし、成明から声をかけていただいて、ハッピーな気持ちの最後に、不幸が訪れます。この妙円寺参りっていうのは、五重同士のバトルなわけですね。 なので、優勝した西郷たちは恨みを買ってしまって、えー、その結果ですね、他の50のものと喧嘩になるんですね。そしてなんと西郷は、この喧嘩によって、肩に大怪我を負ってしまって、腕が上がらなくなるんですね。ということで、えー、この時何歳か正確にはわかりませんが、おそらく10歳とかそのくらいなのかな。まだそのくらいの年なのにもかかわらず、早速西郷は、剣の道を閉ざされてしまうんですね。 いや、これは相当辛かったと思いますよ。下級武士の生まれとはいえ、せっかく武士に生まれたのに剣を持てない。しかも西郷隆盛は体がでかいということで、えー、両親などからお前は将来剣で強くなれというふうに期待されていたし、西郷もそれに応えるために頑張って努力をしていたんですね。なのに、早速剣の道は閉ざされてしまったということで、西郷隆盛は絶望することになりました。 そして、絶望した最後は、なんかもう自暴自棄になっちゃって、森の中とかを、こう、泣き叫びながら走ってるような状態なんですね。そして最終的に草原みたいなところに出るんですけど、なんとそこに、またまた、たまたま島津成明らがいるんですね。なんか気軽に出会いすぎだろうって思いますけど、まあ、テレビドラマなんでそんな感じになってるんですね。で、成明は泣いている最後に対して、 このやっせんぼっていう風に叱るんですね。やっせんぼっていうのは弱虫っていう意味なんですけど、そのように叱った上で、成明は西郷に対して、このようなことを言いました。剣を持った武士が偉そうにする時代はもうすぐ終わる。強くなれ。これからは民のために尽くせる者こそが真の強い侍となる。ということで、剣を持てなくたって立派な侍にはなれる。という風に劇を入れてくれたわけですね。 でこれで最後高森は、えー、ものすごく感銘を受けてですね、今絶望しているわけですけど、また前を向いて、俺は将来、島津成明様に仕えて、島津成明様のために生きたいんだ、ということを強く決意する、ということになりました。 さて、ここで一旦、最後が子供の頃の話は終わりで、大人になるわけですけど、その前に、今後のために、今、薩摩はどういう状況なのかっていうのをあらかじめ説明しておきたいと思います。今の薩摩の藩主は、島津成沖という人です。そして、成沖と性質の間に生まれた子供が、成明ということで、まあ、成明が次の藩主になるべきお方なわけですね。 ただ、成尾は成明のことを嫌っていて、こいつを次の藩主にしたくないというふうに考えていました。なぜかというと、成明というのはすごく先進的な方なんですけど、それゆえに西洋の技術だったり、大砲なんかにすごいお金を使っていたんですね。ただ、成尾はまだそういうものに対する重要性がわからないということで、あいつは無駄遣いばかりしているというふうに捉えていたんですよ。 なので、成尾は成明のことを嫌っていたわけですけど、えー、さらに言うと、島津藩じゃないや、薩摩藩というのは、もともとすごい借金があったんですね。で、その借金を成尾の側近の図書広里って人が頑張って返してくれたんですよ。にもかかわらず、成明はお金を使いすぎる傾向にあるということで、まあ、あいつが次の藩主になったら、また薩摩藩が借金を抱えてしまうというふうに考えているので、 成興だったりその側近の図書広里は成明は次の藩主にふさわしくないというふうに考えている状況だったんですねでは成興が次の藩主を誰にしようとしているのかというとそれが側室のおゆらとの間に生まれた久光という子供なんですねで、えー、2人はこの久光のことをめちゃめちゃ可愛がってこっちを藩主にしたいというふうに考えているわけですよ というのも、久、ま、光、あ、というのはドラマだとかなり小物っぽく描かれてるんですけど、まあ、それゆえに両親に逆らったりしないんですね。というのもありますし、えー、実は成明は基本的に江戸に住んでるんですけど、久光はずっと地元の薩摩に住んでるんですね。まあ、そういうこともあって、成岡とおゆらは久光の方を可愛がって、こっちの方を次の藩主にしたいと考えているわけですね。 ただ、当の久光は、えー、実はお兄ちゃんの成明のことをちゃんと尊敬しているので、久光本人は次の将軍はお兄ちゃんの成明がふさわしいと考えているんですが、両親からの期待は自分に降り注いでいるということで、まあ、久光はお兄ちゃんと両親の間に揺れて、こう、板挟みになっちゃってるというキャラクターなわけですね。そして、もちろん久光以外にも成明のことを応援してくれる人はたくさんいるんですね。 例えば、幕府の老中、幕府の政治トップ担当者の安倍正宏という人は、成明は先進性があって素晴らしい人物だということで、成明の方を応援してくれているわけですね。そして、もちろん薩摩の中にも成明派の人はたくさんいて、そのうちの一人が赤山幸恵という人なんですけど、この赤山幸恵というのは、実は、 西郷とか大久保の先生みたいなポジションでもあるわけですね。なので、赤山から教えを受けている西郷とか大久保も成明の方を応援しているという構図になっています。まあ、いずれにしろ今の薩摩藩というのは次の藩主をめぐってかなり気な臭い状況になっているということになります。 さて、こんな状況の中で、えー、西郷隆盛もやがて幻服をして大人の仲間入りを果たします。そして西郷隆盛は、藩から氷型かき役助けという農政に関する仕事をいただくんですね。まあ、簡単に言うと、えー、一般の農民の暮らしぶりをチェックしたりとか、年貢の取り立てなんかをする、そういう役職に就いたわけですね。えー、ちなみに友達の大久保利道も仕事をもらっていて、 それが記録書き役助けという仕事で、まあ、簡単に言うと事務職なんですね。まあ、今も昔も役所というのは文章をたくさん作成したり保管したりするので、まあ、そういうのに携わる仕事を大久保はしていたということになります。そして最後はこの仕事を通じて、百姓の極貧生活を目の当たりにするんですね。 西郷家自身も下級武士の生まれだし借金があったりするので結構辛い生活を送っているんだけどもうそれが可愛く思えるくらい百姓っていうのはもっともっと辛い生活を送っているわけですねそれこそ家にお金を入れるために身売りに出されちゃう娘なんかも西郷は見ているわけですけどどうすることもできないわけですねしかもえ百姓がそんなに苦しんでいるにもかかわらず え、役人の人たちの多くはですね、百姓を助けるどころか不正を働いて、自分たちが私服を肥やしてるんですね。で、それによって百姓は辛い目に遭っている。ということで、西郷隆盛は、えー、島津成明に言われた通り、民のために尽くせるものというのを目指しているので、もうこういう状況を許せなく思うんですね。 許せなく思うんだけど、まあ、自分は下級武士の生まれだし、今はまだペーペーのね、役人になりたてなので、どうしようもないということで、なんとかこの腐った薩摩の現状を誰か変えてくれないかというふうに願っている状況なんですね。そして最後は、もう自分ではどうしようもできないということで、まあ、最終的には、島津成明に意見書を送っているんですね。つまり、薩摩は今こんなにやばい状況です。 早くあなた様が次の藩主となってこういう状況を変えてほしいです。みたいな意見書を成明に送ったんですね。では、当の成明は今何をしているのかというと、もちろん成明も当然次の藩主になりたいとは思っているんですが、お父さんの成り良きから嫌われていて、なかなかそれがうまくいかないという状況ですよね。でついにこういう状況を打破しようということで、成明が動きます。 成りはお父さんの成り置きを失脚させるために、薩摩っていうのは琉球王国なんかと密貿易をやっているわけですけど、それを老中の安倍正宏。老中の安倍正宏というのは、えー、の味方をしてくれる人でしたよね。こういう人に暴露するという作戦に出ました。そして、この話を受けた安倍正宏は、成りきの側近の図書広里を読んで尋問するんですね。 えー、ある筋から、こういう、薩摩が密貿易をしているという話が上がったが、それは本当なのかいということを、えー、図書広里に聞くんですね。で、図書からすると、これが成、成りきじゃないや、なりきらたちの策略だということには気づいていますので、主君の成りき様に迷惑はかけられないということで、えー、すべての罪を背負ってですね、えー、それに関しては私がすべてやりました。主君の成りき様は何も知りません。 というふうに言って全ての罪をかぶって自害をするということになったんですねそしてこれを知った成行は、えー、側近の図書弘里が島津成明に殺されたというような状況になってますので当然ブチ切れるんですねでここからもともとあまり仲は良くなかったんですけどまあ、本格的に成岡成明の親子が対立し始めるということになりました そして、えー、なりはですね、子供が生まれてはすぐ死ぬというのを実は繰り返していたんですけど、えー、こういう状況の中で成りの子供がまた死んでしまったんですね。ということで、えー、そこからですね、成りの子供を成りおきの側室のおゆらが呪い殺しているんじゃないか、みたいな噂が立って、成り派の人はおゆらぶっ殺すみたいな感じですごく過激になり始めていたんですよ。 ということで、あいつら過激すぎてやべえよということになって、最終的に、成り派への処罰が始まることになります。これが世に言う、おゆら騒動になります。そして、このおゆら騒動は、西郷隆盛にも関わってくるんですね。西郷や大久保の先生みたいな存在として、赤山幸恵って人がいたと思いますが、この人が成り派であるということで、切腹を命じられてしまうんですね。 西郷や大久保は、なんとかこんなことやめさせないと、ということで、動き始めるんですが、ただ、肝心の成明は、今、薩摩にいないので、成明に頼んで、どうにかしてもらう、ということはできないわけですね。そこで西郷たちは、成明の弟の久光に近づいて、なんとか赤山先生の切腹をお取りやめしてもらうことはできませんか、ということで、命がけで懇願をしに行くんですが、久光は、 おいに言うなって言って逃げてしまうんですね。まあ、久光からしてみると、久、え、光、ー、というのは自分はお兄ちゃんの成りらが次の藩主になるべきだっていうふうに考えてましたよね。なんだけど、両親が俺を藩主にしようとしているということで、なんていうか、もう自分ではコントロールできないところでこういう事態になっちゃってるわけですよ。なので、久光っていうのは、まあ自分の力のなさみたいのを嘆いて、ちょっと自暴自棄にもなっているので、 西郷たちに対して冷たく当たっておいに言うなって言ってどっかに逃げていってしまったんですね。ということで最終的にはもうこれ以上どうすることもできずに赤山先生は切腹を実行することになります。しかもなんと、えー、西郷隆盛のお父さんが赤山先生のもとでお世話になっていたということで、えー、なんと西郷のお父さんが赤山先生の解釈を担当する係に命じられるんですね。 すごいですよね。自分の先生の首を最終的には自分のお父さんが跳ねると。そういうことになるんですね。えー、今じゃ考えられない話ですけど、そういうことになって、まあ、最終的に赤山先生はお亡くなりになるんですね。で、赤山先生が切腹をして、血に染まった服を持って、最後は泣き叫ぶんですね。泣き叫んで、こんなのおかしいおゆらをぶっ殺してやるみたいな感じになるんですが、まあ、なんとかお父さんが止めるという感じになります。 しかし、不幸はこれだけでは終わらず、赤山先生だけではなくて、西郷の親友の大久保利通もですね、実はお父さんが島津成明のもとで働いていたということがあって、島流しになっちゃうし、大久保利通本人も謹慎ということで、こっから大久保家はお父さんいない大久保利通も謹慎で仕事をクビになるということで、もう3年くらい収入がゼロになるんですね。 収入がゼロになってめちゃめちゃ厳しい生活を送ることになるんだけどまあなんとか西郷家が西郷家も苦しいんですけどね援助して助け合いながらなんとか生きていくということになりましたそしてこういう状況を嘆いた西郷はまた島津成明に書状を送って今薩摩はこういうひどい状況にありますっていうのを報告するんですね で、加えて赤山先生の血で染まった服も、え、成明に送ったというふうに、え、ドラマの中では描かれていました。でそれを見て、え、島津成明は、一刻も早く俺が藩主にならなければということで、また、え、幕府の安倍正宏さんに協力を要請するんですね。で、その結果最終的に安倍正宏が成沖に謝金を送ることになりました。 これどういうことかというと、えー、つまりこれからはお茶でも飲んでゆっくり過ごしてはいかがですかという、えー、老中からの隠居勧告なわけですねで。実はドラマだとこれを受けてもなお成尾は俺が藩主のままでいるぞみたいな感じで、 最終的に成興と成明が謎のロシアンルーレットバトルみたいのを始めるんだけどそれはちょっと明らかにファンタジーなのでちょっと割愛して最終的にはこの老中の安倍政宏に隠居を勧告されたということでついに成興も藩主を辞めて島津成明が新しい薩摩藩主になって薩摩の新しい時代が始まったということになりました。 それでは、今後の話が分かりやすくなるように、新しい藩主になった成明が、どのような思想を持っていたのかっていうのを、あらかじめ説明しておきます。今後、幕府はペリーがやってきて、開国するか、それとも鎖国のままで行くか、揺れることになるわけですけど、島津成明の主張は、武備開国ということで、開国し西洋の技術を取り入れ、その脅威に対抗するべき、というふうに考えていました。 なので、短絡的に上位だ、みたいな感じで、外国人追っ払えって考えるわけでもないし、短絡的に保守的な立場に立って、日本は昔から鎖国をやっているので、そのままの方がいいですよ、というふうに考えるわけでもないんですね。すごく先進的な人物なので、早いうちから開国して西洋の技術を取り入れる必要がある、というふうに考えて、このような主張をしていたということになります。 そしてもう一つ、島津成明は政治体制に対して後部合体がいいという思想を持っていたんですね。後部合体っていうのは、すごく簡単に言うと、幕府と朝廷が手を取り合いましょうって話なんですね。まあ、幕末になってくると、幕府と朝廷が対立していくわけですけど、そうじゃなくて、幕府と朝廷ががっちり結びついて、この二つで協力してちゃんと日本を統治しましょうっていう考えなんですね。 でそれに加えて実はこのプラス以降の話の方が重要なんですけど今は不代大名が中心となって幕府の政治を動かしているわけで薩、えー、摩みたいな戸様は幕府の政治から排除されてるんですねだけどそうじゃなくてうちみたいな戸様も含めてちゃんと有力諸藩による挙国一致つまり簡単に言うとみんなで話し合って政治を動かす体制を作りませんか というふうに島津成明は主張しているんですね。ということで今後島津成明は、戸様だったり審判だったり、不代大,大名、みんなで話し合って政治を行うというシステムを作るために頑張って活動するという方になります。そしてこのような考えを持つ島津成明が新しい札摩藩主となって割とすぐに1853年、 黒船来航ペリー来航ということで日本に開国を求めてやってきて大混乱の時代が始まるということになったんですねでこの黒船来航にあたって幕府の老中安倍政宏は島津成明と同じく巨国一致を目指し始めるんですね。 えつまり不代大名だけが中心となって幕府の政治を動かすのではなくて今は日本がとってもピンチだから審判だろうと戸様だろうと優秀な人はどんどん集めて、えー、このピンチに対応していこうというふうに考えるんですね。でその結果安倍政宏は島津成明のことを江戸に呼ぶということで1854年に成明が江戸に行くことになりました。 そして、これによって西郷隆盛にもチャンスが訪れるんですね。成明が江戸に行くにあたって、優秀な若者を何人か連れて行こうということになるんですよ。そして西郷というのは、成明に何度も意見書を送っていましたし、あとはこれは史実ではないと思いますけど、ドラマの中では、成明が新しい藩主になった時に、御前相撲が行われて、その御前相撲で西郷隆盛が優勝したりしているんですね。 ということで、成明は、密かに西郷隆盛のことをあいつできるなっていうふうに評価していたんですね。ということで、成明が江戸に行くときに、西郷隆盛もそのメンバーに選ばれて、ついにその意見書などが認められ、西郷隆盛は成明と共に江戸に行くことになりました。すごいですよね。子供の頃にあのお方にお仕えしたいというふうに願って、ついにその夢が叶ったということになったんですね。 ということで、ついに西郷隆盛は夢を叶えて、成明と共に江戸に行ったわけですが、といっても西郷は下級藩士に過ぎないので、直接成明の元に仕えて働くなんてことはできなくて、えー、なんか薩摩藩邸の掃除ばっかりしているような日々を送って、こんなことをするために江戸に来たんじゃないんだけどな、みたいな感じになるんですね。 で、しかも先に江戸に行っていた悪友というか仲間にですね、磯田屋という旗子って書きましたけど、まあ簡単に言うと今で言うキャバクラみたいなところですね。そこに西郷は行きたくないんだけど、連れて行かれる毎日みたいな感じで、西郷高森は何してんだろう俺みたいな感じになるんですよ。ただ、まあキャバクラと言いましたが、意外とこういうところって当時政治的にも重要で、 まあどうしてかっていうとこういうところには藩の垣根を越えていろんな武士が来るわけですね。なので政治の情報とかが集まってくるわけですよ。ということで、まあ、そういう重要性にも気づいて、まあ、最終的に最後高森は女性と遊ぶためというよりも政治面で重要視してこの磯田屋っていうところには何回も来ることになったりします。である日ですねこの磯田屋に行ってみると「ひいさまひいさま」様みたいな感じで盛り上がってるんですね。 でそのヒ様っていうのが、えー、実はこの当時はまだ分かってなかったんですけど、えー、実は最後の将軍となる徳川義信のことだったということに後々気づいたり、えー、または越前藩主松平義長の側近の橋本さないともここで出会っているということになってるんですね。まあ、おそらく史実とは違うと思いますけど、まあ、この磯田屋というところが、なんて言うんだろう、瀬トンっていうドラマだと、 かなり重要な舞台装置の一つとなっていて、ここで最後高森は、徳川義信とか橋本さないみたいな重要人物と知り合っていくという設定になっています。こんな感じで最後高森は、まあ知らず知らずのうちに重要な人物に出会ってはいるわけですけど、まだそのことには気づいていないし、なんか俺、毎日判定の掃除をしたりとか、キャバクラに来たりとか、こんなんでいいんだろうか、みたいな感じで悩んでいるわけですね。 ただ、そんな最後にチャンスが訪れます。最後は、お庭片役という仕事に就くことになったんですね。えー、これはどういう仕事かというと、島津成明とかが住んでいる立派な屋敷があるんですけど、そこの庭の整備をするって仕事なんですね。なので、まあ、言ってみれば庭の整備士なわけなので、島津成明に直接会ったりできるわけではないんですけど、それでも、まあ、今までに比べると、だいぶ島津成明様に近づいた。 ということで、西郷は毎日頑張って庭を掃除して、めっちゃ庭をきれいにするんですね。でその頑張りを、えー、島津成明が見ていたのかどうかはわかりませんが、まあ、最終的に島津成明が西郷のもとに顔を出してくれるんですねで。顔を出してくれて、島津成明は、えー、水戸前藩主徳川成明への書状を西郷に預けて、 これを水戸,藩に届けて水戸藩というか水戸藩邸ですね水戸藩邸に届けてくれないかというふうに西郷にとても重要な仕事を、えー、任せてくれたんですね。ということでここから西郷高森は島津成明の非公式の秘書みたいなポジションになっていくんですね。表向きは鬼は片役なんですけど、えー、裏では島津成明の書状を他藩に届けたり え逆に他藩から文書を預かったり情報を仕入れてそれをえ島津成明に伝達するみたいな感じでえ島津成明のために手足となって働く秘書みたいなポジションになるんですね。ということでえ小さい頃からの夢であった成明様のために働きたいっていうのがついに実現されたんですね、えー、ちなみについでに言うとこの水戸前藩主の徳川成明に書状を届けた時に。 徳川成明の息子が最後の将軍となる徳川慶喜ですので、えー、最後はいさてそれでは今島津斉明らが徳川斉明に書状を送っているということでまあこの2人が何かをしようとしているわけですけど何をしようとしているのかについて解説するために。 ちょっと毎度おなじみで聞き飽きちゃった人もいるかもしれませんけど将軍軽視問題について解説しなければなりません今幕府の将軍は13代将軍の徳川家定という方なんですけどこの方は生まれつき体が非常に弱くていつ亡くなってもおかしくない方だったんですねということで、えー、子供を作ることもできず子供がいないということで えー、つまり、次の将軍がまだはっきりと決まっていないという状態だったんですね。えー、そして、次の将軍を誰にするべきかということで、えー、大名たちが分かれて喧嘩をしている。これが将軍軽視問題になります。例えば、不代大,大名筆頭の彦根藩主井伊直助などは、えー、将軍というのは本来血筋で決めるべきものなので、 今回も血筋で決めればいいじゃんということで次の将軍に徳川義臣という人を擁立していますこちらのグループのことを南紀派と言いますその一方で島津斉明はどう考えているかというと島津斉明は普代大名だけではなく審判や土様を含めた挙国一致的な体制を作りたいみんなで話し合う政治体制を作りたいというふうに考えているんですよね。 でそれを実現するためには今までのように普代大,大名が力を持っていては困るということで、えー、自分たちの手で次の将軍を決めてそれをこういう政治体制を作るための足がかりにしたいと考えているんですね。なので島津斉彬は井伊直輔とは対立するような形をとって、えー、次の将軍は今日本がとてもピンチだから血筋ではなくて能力で決めましょうというふうに主張して。 次の将軍に一橋義信を擁立しましたこちらのグループを南紀派に対し一橋派と呼びます一橋派の代表人物を成明ら以外に2人だけ紹介すると、えー、まずは越前藩主の松平義長とあとは一橋義信の実のお父さんでもある前水戸藩主の徳川成明ですねこういった方が一橋派の代表人物になります で大切なのは島津成明は薩摩藩ということで外様そして越前藩と水戸藩は両方とも審判なんですね、えー、つまりこういった人たちは譜代大,大名だけが、えー、幕府の政治を動かしているという現状が気に食わず俺たちも政治に参加させろということを主張したいわけですね でそのためにえ次の将軍を自分たちの手で決めたいということで、えー、この3人が協力し合って一橋義信を擁立しているということになります。では、島津成明がこういったことを実現させるために、えー、どういうことをしたのかというと、まあ、その代表的なところが、自分の娘の厚姫を徳川家定に嫁入りさせるという作戦なんですね。 でこれを実現するために西郷隆盛も手足となって頑張っていろいろと働くんですけどただ「えセコ古ンというドラマの設定だと西郷と篤姫は篤姫が徳川家定に嫁入りをしてその子供を産んでその子が次の将軍になるというふうに勘違いしていたんですね、まあ、勘違いというか、まあ、単純に島津成明が真実を教えなかっただけなんですけど え島津斉彬は本当は一橋慶喜のことを擁立していますしえそもそも徳川家定というのは子供を作れなかったんですよねじゃあ斉彬は一体何のために篤姫を将軍家に入れようとしているのかというとその真の狙いは徳川家定の妻となった篤姫から家定に対して「次の将軍は慶喜様がいいですよ」というふうに働きかけてもらうためなんですね。 なので、えー、厚姫は今、次の将軍を産むために、えー、今の将軍に突軍だということで、頑張って花嫁修行的なことをしている最中なんですね。なんだけど、実はそうじゃなくて、えー、将軍は次の子供を産めないということが判明しますし、えー、ある種こういうスパイ的な活動をするために将軍家に送られるという真実を、成明の口から聞くことになるんですね。 当然真実を知って、西郷隆盛は、えー、悲しみましたし、えー、厚姫も最初はびっくりとするんですけど、ただ厚姫はとても強い女性で、えー、お父さんにこのように言ったんですね。お父上のためなら厚は喜んで不幸になります。薩摩の姫となった時から覚悟はできておりました。ということで、気丈に振る舞ったんですね。えー、ただドラマの中では厚姫と西郷の関係がかなり近くて、 まなんならちょっと恋心があるくらいの関係で描かれているので厚姫は西郷の前だけでは本音を言って、えー、本当は将軍家に行きたくない私をどこか遠くに連れ去ってくれないかみたいなことを言うんですねただ厚姫がそういう弱さみたいのを見せたのは、えー、それっきりでそれ以降はそういうことを言わなくなって 最終的には覚悟を決めて、えー、腰入れが決まり、将軍家に入る、えー、将軍の妻となるということが決定しました。これによって成明は将軍軽視問題について一歩歩みを進めたと言えるんですけど、ただその後に大きな不幸が訪れました。幕府の安倍政宏さんが亡くなってしまったんですね。で安倍政宏さんは、えー、何度も言っているように、島津成明の方を応援していて、 将軍軽視問題についても一橋派についていたんですねその安倍政宏が亡くなったということで一橋派にとってはものすごく大きな後ろ盾を失ったということになってしまったんですねでこれに焦ったのか島津成明は幕府に対して「国難を乗り切るため次の将軍は慶喜の方がいいですよ」という憲白書を提出してしまうんですね ただ、これはちょっと早計で、悪い方向に作用しちゃいます。この憲白書のせいで、えー、本住院という家貞のお母さんですね。家貞のお母さんが成明の魂胆に気づいてしまうんですね。つまり、厚姫というのは一橋義信を擁立するために送られてきたスパイだということに気づいて、えー、本住院が厚姫を嫌ってしまうんですね。 しかもそれだけではなくてもともと一橋派の徳川成明が大奥の縮小論みたいのを唱えていたせいで大奥の嫌われ者だったんですよ。ということで篤姫も嫌われちゃうしもともと徳川成明が大奥の中で嫌われていたということで大奥というかまあ家定のお母さんの本住院は一橋派ではなくて南紀派の方を応援するということになっちゃったんですね。 しかも、一橋派が抱える課題は、これだけではありません。そもそもとして、一橋派は、一橋義信を次の将軍にしようと考えているわけですけど、えー、これは単なるドラマの設定ではなくて、史実でもそうなんですけど、えー、そもそもとして、一橋義信って将軍になる意思がないんですね。というのも、一橋義信っていうのは、ある種、篤姫と同じで、えー、大人たちに政治利用されているだけですよね。 なので一橋慶喜は「そんなのごめんだぜ」って言って将軍になるつもりがないという人物なんですね。ということで、まあ、これをなんとかしなければということで西郷隆盛と、えー、越前藩の橋本さないこの2人が頑張って慶喜、えー、を説得しようとするんですけど全然手応えがないという日々が、えー、ドラマの中で続きます。ただある時こういう状況が一変する出来事が訪れます。 えー、南紀派の井い直介が、一橋派が擁立する一橋義信が邪魔くせえということで、えー、井い直介が義信暗殺の死客を送ったんですねで。たまたまその場に西郷隆盛なんかもいたので、えー、西郷隆盛が義信の命を死客の手から救うという設定になってます、えー。ここら辺は完全にドラマのオリジナルストーリーで、 というか、そもそも西郷と吉信って、史実だと、本当に幕末の最後の方まであったことなんてないので、ここら辺は完全にオリジナルストーリーなんですけど、まあ、ドラマの中ではそういう設定になっているんですね。で、まあ、その結果、吉信は西郷に恩を感じるということになりますし、まあ、良い直介に殺されかけたわけなので、まあ、当然良い直介に激怒するわけですよね。で、良い直介に激怒した良信は、 えー、井伊直弼が擁立するやつが次の将軍になるくらいだったら俺が将軍になってやるぜというふうに、えー、決意をするということになりました。ということで西郷と橋本左苗は慶喜がやる気になった今がチャンスということで、えー、京都に向かって朝廷に対しても次の将軍を一橋慶喜にしてくださいというふうに働きかけ始めるんですね。 でその途中に月生という一橋派に協力してくれる僧侶にも出会っていて西郷、まあの人生にも今後深く関わってくるんですけど、まあ、ちょっとねそれは後回しにしてとりあえず名前だけ紹介しておきますということで今一橋派はかなりいい感じで進んでいるように見えますけどままた不幸が訪れますもともと体が弱かったということもあって13代将軍の家定が倒れてしまったんですね で家ダのお母さんは篤姫のことをスパイだというふうに考えて嫌っていたわけですけどえ少なくともドラマの設定だと家ダ本人は篤姫のことを好いていて篤姫のことを信頼してくれるというキャラだったんですねなんですけどその家ダ本人が倒れてしまったということでまたまたえ一橋派にとっては喜ばしくない方向に事が進み始めてしまったということになりました 何より最悪だったのは、南紀派の伊直介が、倒れた家沙だから頼むという言葉を引き出して、大郎になっちゃったんですね。これどういうことかというと、まず大郎というのは幕府の臨時再高職ということで、いつも置かれているポストではないんですけど、国がピンチの時に大郎というポストが置かれるんですね。これが置かれた時に関しては、将軍の次に偉い人が大郎ということで、 まあ、いいなおのもとに権力が集中したということになるんですね。えそして、倒れたイエサダから頼むという言葉を引き出しっていうのがどういうことかというと、えー、これはあくまでもドラマの脚本の話ですけど、えー、イエサダは厚姫のことをすいていましたよね。なので、イエサダは絵を描いてですね、それをイーナオスケに渡して、えー、厚姫に渡してくれ、頼むというふうに言ったんですよ。 ただ井伊直ケはその頼むというところだけを切り取って「俺が政治を任された」というふうにして大老に就任したというふうにドラマの中ではなっています。まあこの辺の脚本は「西郷隆盛たちが正義で井伊直ケが悪」というふうに描きたい意図が見え見えだったので個人的にはねちょっとなと思いながら見ていたんですけど まあ、いずれにせよ、いい直おが大老になったということで、一つ橋派にとってはこれ以上ないピンチなわけですね。まあ、そりゃそうで、いい直おが将軍の次に偉くなっちゃったわけなので、もうどうしようもないわけですよ。ということで、えー、ついに成明も敗北を認めて、次の将軍を一つ橋義信にするのは無理だ、というふうに悟ってしまったという事態になりました。 ただ、こういう状況にあるにもかかわらず、主人公の西郷はまだ諦めてないんですね。西郷は成明に対して挙兵を進めました。ただ、成明は、異国が日本を狙っている今、国内で戦争している場合じゃないだろうということで、西郷を叱るんですけど、西郷はそうではありませんというふうに反論します。西郷が言う挙兵というのは、江戸に行って井いなをぶっ倒すという話ではないんですね。 えそうではなくて、京都に兵を出して、成明様がえ京都に入ってくださいということを言うんですね。そして、朝廷から幕府の政治改革を求める御事の利をもらいましょうというふうに言います。というのも、まあ、朝廷というのは基本的に一橋派の立場に立っているんですね。なので、その朝廷から幕府の政治改革、 まあ具体的に言うと、いい直おすけがすべてを決めるんじゃねえとか、次の将軍は一橋義信にせよという話になると思うんですけど、そういう政治改革を求める見事乗りをもらいましょうというふうに西郷は成り明に言うんですね。そしてこれが成功すれば、薩摩の動きに共感した他の一橋派の諸藩も京都に集まるでしょうというふうに西郷は言うんですね。えー、こうなってしまえば、 えー、薩摩や諸藩の兵力、そして何よりも朝廷の御事乗りという権威によって、幕府に政治改革を迫ることができるはずだし、さすがの良伊直助であっても、これを突っぱねることはできないはずなので、まだ一橋幅勝つことができます。というふうに西郷は成明に挙兵を進めたんですね。この提案を受けた成明は、よく言った西郷ということで、西郷を褒めちぎってですね、 え西郷の言う通り京都への挙兵を決意するんですね、えー、そして西郷は下準備のために先に京都に入ることになるんですがなんと、まあ、成昭は今から京都に入るということで、えー、事前に薩摩の兵士に、まあ、そのための訓練を施しているわけですねなんだけどなんとその訓練の途中に島津成昭は突如亡くなってしまったんですね 原因としては、通説としてはこれらっていうのが、えー、まあよく言われている話ではあるんですけど、まあタイミングがあまりにも劇的すぎるということで、毒殺説なんかもあったりします。まあ原因はね、はっきりしないとこもありますけど、いずれにせよ成明は、これから挙兵するぜっていうことで盛り上がっているタイミングで休止してしまったということになったんですね。しかし、それでもまだ細胞高森は諦めないんですね。 成りら様が亡くなってしまって今、薩摩は動けないということでだったらということで西郷は水戸に挙兵してもらおうと考えるんですねで、えー、徳川成りの元に行くんですけど徳川成りは残念ながらこの時、えー、西郷は知らなかったんですけど謹慎処分になってたんですね、えー、なぜかというと成りは井伊,伊直助に文句を言いに江戸城に途上したわけですけど江戸城というのは途上できる日が決まっているんですね で、それを破って勝手に途上しちゃったもんだから、いい直おから、お前謹慎な、ということで、成りは謹慎になっちゃって、政治に口を出せない立場になっちゃってたんですよ。ということで、えー、肝心の成りも謹慎になってる、という状態なんですね。ということで、この辺から徐々に、いい直おによる安政の大国、えー、つまり、一橋派への弾圧がスタートし始めているんですね。 そして当然この安政の大国は西郷にも牙を剥くことになりますというのも西郷隆盛や橋本早内、月章という一橋派に協力してくれるお坊さんですねこういう人たちは一橋義信を次の将軍にするために朝廷工作まで行っていたわけなので安政の大国の対象となりましたしもし捕まったら命も危ないという状況だったんですね でここまで来てついに、えー、西郷隆盛は今まで主君が亡くなっても泣きもせずに頑張ってたんだけどもう俺にできることはこれ以上何もないということを実感して、えー、密かに殉死を決意するんですね、えー、ただそれに気づいた月賞があなたが亡くなってしまったら誰が成明様のご意志を引き継ぐんですかというふうに西郷隆盛のことを説得して西郷は何とか死ぬのをとどまるんですね えー、そして、西郷隆盛は、えー、月賞とともに薩摩に逃げるということを選択しました。えー、ということで、西郷と月賞は今から薩摩への逃亡が始まるわけですけど、えー、残念ながら、佐内はですね、幕府に捕獲されてしまって、後に処刑となるということになってしまいました。さて、ちょっと話を変えて、薩摩の現状をお話しします。というのも、今から西郷と月賞は薩摩に逃げるわけですけど、 えー、薩摩は成明が亡くなったことで大きく体制が変わっていたんですね、えー、まず成明の遺言により弟の久光の長男が新藩主となりましたそして久光が、えー、その貢献となって藩主を補佐するという体制が最初は取られていたんですねで久光はお兄ちゃんのことを尊敬していましたのでお兄ちゃんの意志を引き継ぐことを決意していました つまり最終的には俺が成明の代わりに京都に入ってやるぜというふうに熱く考えていたんですね。ただ成明のことを嫌っていたお父さんの成行っていいますよね。でまだ成行は健在なんですけど成行の方が元藩主ということで久光よりも力があるので結局また島津成行が政治の実権を握ってしまうんですね。 で、成尾は成明のことが嫌いなので、成明のやろうとしていたことに反対するんですね。ということで、京都への挙兵、そんなのダメだということで、えー、幕府に拒准する姿勢をとって、えー、薩摩藩は保守的な藩となってしまったんですね。ということで、まあ最終的には西郷隆盛と月章はものすごく苦労してですね、なんとか幕府の追っ手を逃れて、えー、薩摩まで逃げてきたわけですけど、 えー、今その肝心の薩摩が幕府には逆らいませんという姿勢をとっているので、えー、西郷と月章のことを守ってくれなかったんですねということで、えー、西郷と月章は日向送りの刑になりました、まあ、簡単に言うと日向というところに2人を送って殺せという命令なんですねでこれに対してこんな事態なんとかやめさせないとということで大久保利通がですね各所に頭を下げて えー、その結果、大久保が成尾に懇願し、西郷の手で月賞を殺せば、西郷の命は助けてもらえるということになったんですね。そして、この提案に対して西郷隆盛は、わかりました。月賞を殺しましょう。というふうに、大久保利通に回答したんですけど、えー、それは演技だったんですね。まあ、この頃の西郷というのは、諦めの境地って書きましたけど、 まあそもそもとして、成明が亡くなった時に巡視を考えていて、もう西郷は生きる気力がかなり希薄なんですね、この頃は。さらに言うと、まあ、自分のことを信じて、薩摩までついてきてくれた月章を自分の手で殺すこともできない。ということで、えー、これから日向送りになるということで、まあ、西郷と月章は船に乗っているわけですけど、西郷は月章を殺すという選択はせずに、月章と一緒に抱き合ってですね、 えー、入水自殺をするという道を選ぶことになりました。しかし、入水自殺した西郷隆盛は、こか不幸か生き残ってしまうんですね。えー、西郷は引き上げられて、えー、1ヶ月ほど生死をさまよった結果、まあ、奇跡的に回復するんですね。ただ、月章さんは亡くなってしまったということで、えー、今主君の成明様を失ってますし、えー、自分を頼ってくれた月章一人を殺してしまった。 ということで、西郷はドラマの中で、なぜ俺を助けたんだ、殺してくれ、というふうに言って、もうほとんど生きる気力がないわけですね。で、その後、西郷隆盛は、安政の大国によって狙われていましたので、生きていては薩摩にとって都合が悪いんですね。ということで、薩摩藩は、幕府の目を欺くために、西郷隆盛は入水自殺によって死にました、というふうに幕府に報告して墓まで建てたんですね。 えー、そして名前も変えて、西郷隆盛のことを大島、現在の奄美大島に送って遊兵させるということをしました。えー、ちなみに、えー、ちっちゃい地図で申し訳ないですけど、地図の赤丸がついているところが奄美大島になります。ということで、えー、ここから奄美大島編がスタートするんですけど、奄美大島編はですね、かなりオリジナルストーリー色が強くて、まあもう3話くらいずっとラブストーリーが描かれているんですね。 ということで、えー、この動画ではパパッと解説しますが、まず島に流れ着いた西郷は、やっぱり生きる記録がほとんどないということで、なんか毎日自暴自棄で暴れ回ってるような日々を過ごしているんですね。えー、で、そんな西郷を、トゥマという島民、えー、の女性がですね、お世話をしてくれることになるんですね。というのも島民は、 えー、薩摩から送られてきた人をちゃんと生かしてあげないといけないという義務があるので、えー、西郷が暴れ回ってるわけですけど、えー、殺すわけにはいかないんですね。なので、えー、トゥマが頑張って暴れ回る西郷に、えー、食事を持ってったりするんだけど、西郷はこんなのいらんみたいな感じで食事を投げつけたりするんですね。えー、それで妻がブチ切れちゃって、これだから薩摩の人は嫌いなんだということで、 え前の藩主の島津成明が死んだ時に我々島民はとっても嬉しかったよってことを西郷に言ってしまうんですね。これに対して西郷は今自分の主君を馬鹿にされているわけなので当然ブチギレてお前に成明様の何がわかるんだあの方は民のためを思ってうんぬんかんぬんというふうに言うんですけど妻も反論するんですね。あなたたち薩摩の人たちが言う民には我々は含まれていないんです。 ということを言ったんですねえ。どういうことかというと、この時代の奄美大島というのは、実質薩摩の支配下にあるような状態でえ、島民は奴隷みたいな扱いを受けているわけですね。で、えー、国東時刻と書きましたが、毎日砂糖きびを作っては、それを薩摩に送る日々でえ、自分たちは食うものにも困るという状態なわけですよ。で確かに成明というのは、 えー、すごく先進的な人物で、例えばね、えー、西洋式の工場なんかも作ってて、まあ、政治家としては確かに素晴らしい人だったのかもしれないけど、まあ、そういう政策ってすごいお金がかかっているわけですよね。で、その芝寄せがこういう島民に、えー、来ているっていうことを西郷は初めて知るんですね。この話を聞いて、まあ、西郷自身もですね、えー、朝廷工作をするために朝廷に莫大な賄賂なんかも送っていて、 えー、あの、成明の側近として動いているときは、ものすごく莫大なお金を使っていたわけですね。でそういうお金が、えー、この島から出ているんだってことを知って、まあ、最後もいろいろと思うことはあったと思うんですけど、ただ今もう自暴自棄でもうどうしようもなくなっている状態なので、えー、結局トゥマのことを突き放してしまうんですね。ただ、まあ最終的には物語の主人公ということで、まあ、やっぱり正義感が強いキャラとして描かれているので、 そのうち自然とですね、薩摩から島に送られてきている、えー、悪代官に対してですね、島の人たちと一緒に西郷がなんか戦ったりし始めるんですね。で、まあそれを見てトゥマもあの人はもしかして悪い人じゃないのかもしれないみたいな感じで思い始めて、えー、だんだんとトゥマが西郷に好意を抱いていくっていう様子がドラマの中で描かれています。そんな中西郷は薩摩から届いた手紙によって、 橋本左内が安政の大国によって処刑されたということを知るんですね。えー、これで西郷の自暴自棄が極まっちゃって、なんか木に頭を打ち付け始めたりして、なんかそのまま倒れちゃうんですね。でしかもその後なんか大雨が降ってきて、えー、一晩中雨に打たれちゃったもんだから、なんかもう高熱が出て死にかけちゃうという状況になるんですけど、えー、それをトゥマをはじめとする島民が救ってくれて、西、え、郷、ー、は命を救われることになるんですね。 でこれをもって最後は徐々に島民に心を開いていくようになって、えー、ここからは結構長くラブストーリーが描かれるのでぶっ飛ばしちゃいますけど、えー、最終的にトゥマと結婚して、えー、後に西を授かることになりました。えー、これは史実通りですね。えー、でちなみに、島、え、民、ー、は結婚したら名前が変わるという文化があるみたいで、最後はトゥマに愛カナという名前をつけて、 西郷と相カナが仲良く暮らすという日々がドラマの中で描かれます。さて、ここらで一旦、西郷と相カナのラブストーリーは一旦端に置いておいて、今、西郷が島にいる間、世の中がどうやって動いているのかという話をしますね。 まず薩摩では親友の大久保利通が西郷を島から連れ戻したいというふうに考えているんですけどただ大久保自身は単なる下級藩士に過ぎないのでそんなことをする権力はないわけですねということで大久保は西郷を自分の手で島から薩摩に戻すためにもまずは俺が出世しなければというふうに考えますそして大久保利通は国府である島津久光に取り入ろうとするんですね えー、一旦もう一回整理すると、島津久光というのは成明の弟でしたよね。で、えー、久光の子供が藩主となっているので、確かに島津久光というのは藩主のお父さん、つまり薩摩のお父さん的なポジションにあるわけですね。えー、ただ、今実際は成明と久光のお父さんの成沖という人が政治の実権を握っていたわけですよね。ただ、大久保利道は成沖の世の中はそんなに長く続かないはずだ。 成尾が死んだ後は久光が薩摩を動かすはずだから今のうちに久光に取り入ろうというふうに考えたんですねでは大久保利通がどうやって久光に近づいたのかというとまあこれはねいろんな逸話があってどこまで本当かわかんないんですけどまあドラマの中でも描かれていた内容を紹介するとまず仕事を通じ本のやりとりということで、えー、大久保利通はもともと藩の事務仕事みたいのをやっていたんですよね 一回おゆら騒動で首になったりしてるんですけど、またその仕事に復帰していたんですよ。で、えー、実は久光というのは、とても本好きで有名な方だったので、えー、そういう大久保の職場なんかに来て、こういう本はないのか、みたいなことを言ってくるわけですね。で、それに対して大久保利道は、ただ本を渡すだけではなくて、 え、恐れながら、この本をお探しであれば、この本も役に立つかと思いますので、え、この本も一緒にお貸しします、みたいな感じで、え、ただ仕事をこなすだけではなくて、プラスアルファのことをして、え、久光に、こう、自分の存在を覚えてもらおうとアピールするわけですね。で、え、それだけではなくて、本にですね、付箋をわざと挟んでおいて、え、そこに自分の政治的な主張だったりをたくさん書いているわけですよ。 で、その内容がなかなか立派ということで、久光もあいつもしかしたらできるのかもしれないというふうに思い始めているんですね。また、それだけではなくて、えー、久光は囲碁が好きだったんですけど、久光は、まあ、とあるお坊さんとよく囲碁を打っていたんですね。で、えー、実は大久保利道もそのお坊さんのことを知っていたので、まあ、久光に近づくために自分もそのお坊さんと囲碁を打ち始めるんですね。 えということで、最終的にはこのお坊さんを通じて、えー、大久保利道と久光も囲碁を打つような中になるんですよ。ということで、えー、この辺になるとかなり大久保が、えー、久光に近づいているんですけど、えー、ある日ですね、ドラマの中で大久保利道は囲碁を打ちながら久光にこのようなことを言いました。ご隠居様、かっこなりお成きの世は長くありません。成明様の意志を引き継ぎ、腐った幕府に物申すことができるのは国府様。 成りあきら様しかいません。というふうに言ったんですね。これに対して久光は大久保に下郎不情が分かったようなことを言うなというふうに激怒するんですね。まあ大久保は下級藩士に過ぎませんので、今明らかに度が過ぎたことを言っているわけですよ。ただ久光というのは、まあドラマの中での描かれ方になりますけど、 えー、お兄ちゃんの成明らやお父さんの成良きより自分は劣っているというふうに、まあ、結構コンプレックスを持っているキャラクターとして描かれているんですね。なので大久保利道が、えー、久光のことを国府と呼んであなたの世の中は絶対に来るし私はあなたについていきますと言われたのが、まあ、内心嬉しかったんですね。ということで最終的にはお前面白い気に入ったということで えー、久光は大久保のことを用い始めるようになるんですね。えー、ということで、大久保が久光のもとで出世を果たします。しかもそれだけではなくて、大久保の予想通り、えー、久光のお父さんの成り置きが今実験を握っているわけですけど、まあ、成り置きというのは単純にもう年も行っていたので、えー、予想通りすぐ亡くなったんですね。ということで、えー、久光が薩摩の実験を握るようになって、 その元で働く大久保利道はさらなる出世をしていくということになりました。さて、ここで一旦話を変えて、今度は日本全体の動きを見ていきます。西郷が奄美大島にいる間に、日本で起こった最大の事件といえば、やはり1860年桜田門外の変になります。まあ、これはいろんな動画で解説しているので、今回はパパッと解説しますが、 まず、桜田門外の変というのは、安政の大国で恨まれた伊伊直助が、元水戸藩士などによって暗殺された事件ですねえ。実は薩摩藩もちょっと関わったりするんですけど、えーまあ、とにかく桜田門外の変によって伊直助が亡くなりました。でこれをもって、えー、幕府の大老が白昼堂々と殺されたということになりますので、おいおい、幕府って大丈夫なの頼りないね。ということで、幕府の権威が大きく低下する。 ということになりました。ということで、幕府の権威が大きく下がった今が、えー、かつて島津成明がやろうとしていたことをやるチャンスなんですね。えー、どういうことかというと、かつて島津成明は、京都に出兵し、幕府に政治改革を要求するぜっていうふうに考えていましたよね。ただ、志半ばで亡くなってしまったということで、えー、その意志を引き継いだ久光が、いつかこれをやってやろうというふうに考えていたんですけど、 今、桜田門外の変によって、幕府の権威がだだ下がりしている。ということで、幕府に政治改革を要求するなら、幕府が弱っている今がチャンス。なわけですね。ということで、久光は京都出兵を考え始めるわけですが、残念ながら久光はお兄ちゃんの成明と違って、ずっと地元の薩摩で育っていますので、幕府だったり、諸大名だったり、朝廷に対して、全然パイプがないんですね。 ということで、京都だったり江戸の情勢に詳しくて、パイプがある人材が欲しいという話になるんですけど、えー、そこで出てきたのが、西郷隆盛の復帰という話なんですね。何、えー、と言っても西郷隆盛は、島津成明の手足となって、いろいろなところに行ってましたからね。いろんな藩にも行ってるし、えー、京都にも行ってるし、ということで、えー、めちゃめちゃ太いパイプを持ってるわけですね。 で、しかも今、桜田門外の変によって、井直介がもう亡くなっていますので、安政の大国ももちろん終わっているということで、今なら西郷を復帰しても大丈夫だろうという話になるんですね。ということで、ついに西郷高森は約3年ぶりに薩摩に復帰することになりました。えー、ちなみにドラマの中では、大久保利道が島に来て、西郷のことをこう、 連れ戻そうとするんですけど、えー、最後はですね、相かなとかなりラブラブやっていたので、俺はもう薩摩には帰らんみたいな感じだったんですね。えー、ただ最終的には大久保の説得だったり、まあ相かな本人もですね、えー、納得してくれたこともあって、最終的に最後高森は約3年ぶりに薩摩に復帰することになりました。ただ、復帰して早々、えー、嫌な流れになっていくんですね。というのも、最後と久光の反りが全く合わないんですね。 まあどうしてかというと、まあ、ドラマの中で直接的な原因は描かれていないので何とも言えないところではあるんですけど、えー、西郷は俺の主君は成明様だみたいな気持ちが強い人物だったと思いますしあとお由ら騒動の時に成きによって西郷隆盛は、まあ、赤山先生が切腹されたみたいな感じで、まあ、すごく嫌な目にあってるわけですよね。 でその成りきが推していた人物が久光ということもあって、元々もともと西郷隆盛は久光のことをよく思っていなかったはずなんですよね。まあ、ということもあるのか、西郷と久光は、まあ、史実でもずっと仲が悪かったと言われているんですね。で、え仲が悪いもんだから、西郷隆盛は久光から京都出兵の話を聞くんですけど、その時に久光に対して、あなたは成明様と違って、地頃、 田舎者だから、京都への挙兵は延期した方がいいですよ。という風うに発言してしまうんですね。まあ、最後高森が言っていることも、まあ、わからなくはないというか、間違いを言っているわけではないんですけど、明らかに藩主のお父さんに対する態度じゃないわけですよね。 もう態度が悪すぎるわけなので、えー、当然久光は最後にブチギレることになって、えー、ここからずっと久光と最後は仲が悪い感じになっていくんですけど、まあ、とりあえずここは一旦大久保利道が仲裁したことによって、まあなんとか最後がなんか罰せられるみたいなことはなく済んだわけですね。ただ、えー、当然久光は最後のことがもう大っ嫌いになってますので、最後の提案なんかは受け入れずに、 えー、結局、京都への挙兵が決まるということになりました。ということで、決まっちゃったものはもう覆りませんので、西郷隆盛も、だったら、えー、この京都出兵が成功するように尽力するしかないということで、前を向いて頑張り始めるんですね。で、その西郷隆盛は、久光の命令で、先に下関に入って、えー、下準備なんかをして待機をしているということになったんですけど、 えー、その下関で西郷隆盛は不穏な動きを知ることになるんですね。というのもこの時期は幕府の権威がめちゃめちゃ下がってますので、幕府をぶっ倒せみたいな倒幕を考える過激な人たちもかなり増えていた頃なんですね。で、今久光は薩摩の兵を連れて京都に入ろうとしているということで、えー、そういう過激な人たちは、 久光が幕府をぶっ倒すために立ち上がったらしいぞというふうに勘違いしてしまったんですよ。ということで、久光の動きに合わせて、京都に倒幕を考える過激派が集結しているということを最後は下関で知ることになるんですね。ただ、久光の真意というのは、倒幕をしたいわけではなくて、あくまでも幕府に政治改革を要求したいだけでしたよね。 なので、このままだと変な行き違いが起こるというか、まずい事態が起こるというふうに西郷は焦るわけですね。でしかも、この倒幕を考える過激派の中に、西郷が幼い頃から知っている有馬晋七という人だったり、実の弟の西郷継ぐみも混じっていたんですよ。ということで、西郷はもう居ても立ってもいられない状況なわけなので、えー、下関を出て先に京都に入っちゃうんですね。 そして、アリマなど過激派に対して説得を試みるんですけど、その結果最終的には、ドラマの中ではアリマたちは最後の言うことに納得をして、過激な行動を控えてくれることにはなったんですね。しかし、これでめでたしめでたしとはならなかったんですね。なぜなら今最後は久光から先に下関に入って、そこで待機していろという風うに命令を受けているわけですよね。 つまり、勝手に京都に先に入ったのは、完全に命令違反以外の何者でもないわけですよ。しかも、いろいろな行き違いがあって、西郷が、有馬たち過激派を煽っている、というふうに、久光には伝わってしまうんですね。えー、つまり、今、西郷は、えー、まず、かつて久光のことを、ご頃と呼んでバカにした、 しかも命令無視して勝手に京都に行った、しかも過激派を煽っているという状況なわけで、もう完全終わった状態なんですね。ということで、えー、当然久光はぶち切れて、えー、最後を捕獲し、えー、最後に切腹を命じるということになったんですね。ただ、最終的にはなんとか、えー、この頃すでに久光の側近となっていた大久保利道などの説得により、 えー、切腹は免れて、島流しで済んだんですけど、えー、でもすごくないですかちょっと前まで奄美大島にいたのに、また流されることになったんですね。しかも今回は、えー、久光様に逆らった罪人ということで流されますので、えー、前回の島流しよりもかなり過酷な島流しになるんですね。えーで、流された場所は、えー、地図のすごいちっちゃい丸ですけど、ちっちゃい青丸のところですね。 沖の選ぶ島ってところなんですけど、えー、そこで罪人として流されて、かなり過酷な生活が待っている。ということになりますが、ちょっと一旦その最後の話は置いといて、えー、島津久光の京都入りの話を続けますね。えー、京都に入った久光は、朝廷から君のところの過激派がなんかいろいろと危ないことを考えていて怖いから、始末をしてくれないかというふうに命じられたんですね。 これを受けた久光は、これから幕府に政治改革を要求するために、朝廷の協力が欲しいというふうに考えていたところだったので、朝廷の信頼を得たいわけですね。ということもあって、この命令をしっかりと受け入れて、これを実行することになります。ということで久光は、腕の立つ薩摩藩士8人を選んで、この過激派が集まっている寺田屋という宿に派遣したんですね。 ただ、この戦いというのは、討伐される側もする側も薩摩藩士っていう話なので、まあ、久光も最初は説得を試みろという風うに言ってるんですね。ただ、話し合いに応じないようだったら即刻殺せという風うに命じて、腕の立つ藩士8人を寺田屋に派遣しました。この事件を寺田屋事件と言います。ただ、やっぱり話し合いには応じないという方向で話が進んでいくんですね。 ということで最終的には殺し合いがスタートしてしまうわけですけど、これは討伐する側もされる側も薩摩藩士ということで、かつての仲間同士の殺し合いなわけですね。まあそれこそドラマで描かれてましたけど、同じ50に生まれて子供の頃から一緒に遊んだり勉強したり、修行したり、そういうことをした仲間同士だったのに、今は敵として戦っているみたいな状況なわけで、ものすごく悲惨な事件だったわけですよ。 ということで、この寺田屋事件が起きてしまったわけですが、最終的には有馬慎七など数名が死亡の後、残りの過激派はみんな降伏をして終わるということになりました。ちなみに西郷の弟の西郷継ぐは、まあほとんど戦いに参加せずに降伏したような形だったので、薩摩に帰って謹慎しろという結構優しい処分で済まされています。 さて、こんな悲惨な事件が起きている時に、主役の西郷は何をしているのかというと、残念ながら島流しにあっているんですね。しかも今回は罪人としての島流しということで、めちゃめちゃ極悪な環境に置かれたという風うに言われています。右の写真は沖の選ぶ島観光協会さんの写真をちょっと引用させていただきましたけど、西郷ってもっと太ってるイメージあるじゃないですか。 でもこの頃は極悪な環境ということで、こんなにガリガリになってしまっていたんですね。えー、それこそ立ち上がることもできないくらいの狭い牢屋だったので、えー、どんどん足腰も弱っていきますし、えー、この牢屋は外にあるんですね。外にあって、まともに雨風も防げないので、えー、こういう島って毎年大きな台風が来るじゃないですか。ということで、台風が最後の体を直撃するような形になるので、 もう冗談抜きで最後高森は死ぬ寸前まで行くんですね。ただ、こういうあまりにもひどすぎる状況を見かねた、薩摩から島に送られている役人がいるんですけど、その役人がなんとか西郷先生を助けられないだろうか、というふうに考えてくれるんですね。ただ、その役人も上から西郷を囲いに召し込め、閉じ込めておけ、というふうに命じられているわけなので、まあこれを破るわけにはいかないんですよ。 ただ、役人はひらめきました。確かに西郷を囲いに召し込めという風うに命じられてはいるけど、その囲いのサイズはどのくらいだみたいな、えー、そこまで細かい点は特に指定されていなかったんですね。ということで、えー、役人は起点を聞かせてくれて、自分の屋敷に立派な牢屋を作ってくれたんですよ。で、西郷はこれによってだいぶ改善されたんですね、状況が。状況が改善されて、どんどん元気も取り戻していって、 最終的には約1年半くらい、島民の子供たちに弁学を教えながら、島で過ごすということになりました。なので、西郷は、まあ、本来だとこの島流しで死んでいても全然おかしくなかったと思うんですけど、まあ、島の人たちの優しさのおかげで、なんとか生きることができたということになりました。さて、こうして西郷が島で生きている間にも、世の中は大きく動いていきます。 まず、京都に入った久光はどうなったのかというと、久光は寺田屋事件で過激派を始末したことで、朝廷からの信頼を勝ち取ることに成功したんですね。その結果、朝廷の命令を伝える使者ということで、えー、直死を伴って江戸に入ることに成功し、最終的には幕府に政治改革を要求して、それを幕府が飲むということになったんですね。 ということで、成明の頃からの念願であった幕府に政治改革を要求するということに、ついに三密が成功したということになりました。では、どのような政治改革を行ったのかというと、参勤交代の緩和みたいないろいろなことをやっているんですけど、今回は人事の面に絞ってお話しすると、これによって徳川義信、一橋義信のことですね、 義信が将軍貢献職という将軍を補佐するポジション。そして松平義長が政治総裁職という、まあ、政治における重要なポストに就いたということになるんですね。えー、では、島津久光がどうしてこの二人をこういうポストに置いたのかというと、その狙いは一橋派の復権にあるんですね。 というのも、まず松平義長というのは、えー、島津成明の名優みたいな感じで、一橋派の代表的な人物でしたよね。そして、えー、その一橋派が推していた人物が徳川義信なわけですよ。ただこの二人は、えー、安政の大国によって謹慎させられてしまっていて、今ちょっと政治の世界からは遠ざかってしまっていたんですね。 それを島津久光はまたこの二人に政治の世界に返り咲いてもらおうということで、この二人をこういうポストに置いたということになります。そして、久光が目指す理想の政治体制というのは、久光は成明のやり方というか考え方を引き継いでいますので、公部合体プラス有力諸藩による政治体制なんですね。 まあ簡単に言うと、幕府と朝廷、そして戸様審判も含めて、みんなで話し合って日本の政治を動かしていこうよ。というふうに久光も考えているわけで、えー、かつてこういう政治体制を作るために、成明と一緒に働いたのが松平義長。そして、成明と吉長が推した人物が吉信。ということで、えー、またこういう体制を作って、こういうね、 公部合体プラス有力諸般による政治体制を作るために頑張りましょうというふうに久光はやっていこうと思っているわけですねただこの後久光に予想だにしない展開が訪れます久光によって将軍後見職になれたはずの徳川慶喜がですね久光に対してお前のことなど江戸では誰も知らねえよ ただの芋じゃねえかという風うに、まあこれはあくまでドラマの中でのセリフですけど、めちゃめちゃ失礼なことを言ってくるんですね。では、なぜ吉信がこんな失礼なことを久光に言ったのかというと、実はドラマの中だとその理由はちゃんと描かれていなくて、えー、単純に吉信が田舎臭い久光のことを嫌ったみたいに、えー、取られかねない描写をしていたわけですけど、もちろんそんな単純な話じゃないんですね。 えー、なぜ慶喜がこういう失礼なことを言っているのかというと徳川慶喜は徳川ですから徳川家の人間なんですねしかも今将軍後見職になったということで幕府を守らなければいけない立場にあるわけですよなんですけど今薩摩は幕府に対して政治改革を要求するくらい力を持っているわけですよね なので皮肉にもこの久光が政治改革を要求してくれたおかげで慶喜は将軍後見職にはなれたわけですけどそもそもとして外様の薩摩が政治改革を要求するまで力をつけているということが慶喜にとっては気に食わないというかすごく心配なわけですね。 ということで、義信は対等する戸様、薩摩を警戒するために、あえてこのような失礼な態度をとって、薩摩と距離を置こうとしているんじゃないか、というふうに予想されます。ということで、今、久光は義信に対して怒り浸透なわけですが、まだまだ不幸が訪れます、えー。この後、江戸から京都に帰るわけですけど、その帰り道に、久光の大名行列をイギリス人が遮っちゃうという事件があったんですね。 当時暗黙のルールとして、大名行列を見かけたら、脇に控えて邪魔をしないようにしなければならないというルールがあったわけですけど、まあ、イギリス人がそのことをよくわかっていなかったのか、馬に乗って大名行列に突っ込んできちゃうんですね。それで薩摩藩士が無礼者ということで、イギリス人を切っちゃうんですよ。ということで、江戸から京都に帰る途中で、薩摩藩士によるイギリス人殺傷事件というとんでもない事件が起きちゃうんですね。 ちなみにこの事件は事件が起きた地名からとって生麦事件と呼ばれますが、この生麦事件によってイギリス人が殺されているわけなので、当然イギリスは薩摩にブチギレで賠償請求をするんですね。ただ薩摩はこれを突っぱねちゃうんですね。で、これを突っぱねたことによって、最終的にイギリスが薩摩の船を奪うんですけど、それを薩摩が奪い返せみたいな感じになって、 最終的に撮影戦争にまで発展するということで生麦事件がきっかけで薩摩藩とイギリスの戦争が始まっちゃったんですね。では最終的に撮影戦争がどのように終わるのかというと、薩摩はイギリスを撤退させることに見事成功しているんですね。 ただその一方で、鹿児島の城下町の1割ほどが焼かれてしまったということで、一応撤退させはしたけど、かなりの大ダメージを受けたという感じになりました。ということで、最終的に薩摩は幕府にお金を借りて、ちゃんと賠償金をイギリスに支払って、これ以上攻撃してもらわないようにしようという道を取りました。ちなみに薩摩は幕府にお金を返していません。 そして何より歴史上、この撮影戦争が重要だったのは、撮影戦争をきっかけに、薩摩とイギリスが急接近したことなんですね。えー、どういうことかというと、薩摩の方はイギリスと戦って外国の強さがよく分かったわけなので、えー、今後はイギリスみたいな国から学ばなければならないというふうに考えましたし、イギリスの方もイギリスの方で、 薩摩ってもっと楽勝でぶっ倒せるかと思ったけど、意外と骨のあるやつだなということで、薩摩の方に接近してきたんですね。ということで、撮影戦争をきっかけに薩摩とイギリスの距離が縮まって、今後薩摩はイギリスから武器だったり技術だったり、いろんなものを援助してもらうというような関係になっていきます。さて、撮影戦争が終わったところで、一旦話を大きく変えて、長州藩の話をしたいと思います。 まあちょっとネタバレになりますけど、えー、皆さんご存知の通り、後に薩摩と長州は同盟を結ぶということで、えー、幕末の歴史において長州藩というのはすごく重要な藩なんですね。で長州藩というのは現在の山口県にあった藩で、えー、薩摩と同じく戸様ということになります。そして幕末の長州藩の最大の特徴といえば、 え過激な尊王上位を唱えていいるととうことで、えー、今回はちょっとあんまり詳しい話はできませんでしたが、えー、長州藩には吉田松陰みたいな方もいて、えー、たくさんの尊王志士を育てているということで、えー、かなり強い尊皇上位、えー、つまり天皇を敬って天皇を中心となって上位外国人を追っ払えという思想を持っているんですねでその長州藩は尊王ということで、えー、朝廷に近づいてですね 三条実富という偉い奥義さんと、えー、結構近しい関係になって、えー、この三条を通じて朝廷内で大きな力を持つようになっていきました。そして朝廷内で力を握った長州藩は、幕府のことを見限って天皇を上位の旗頭にしようというふうに考え始めるんですね。えー、皆さん教科書で習った通り、えー、幕末になると幕府は日米和親条約だったり、 日米修好通商条約だったりを結んで、開国の方向で歩みを進めるわけですよね。それに対して天皇というのは外国人アレルギーみたいな感じで、外国のことが大嫌いなので、上位路線、外国人を追っ払えというふうに考えてるんですねで。長州藩は外国にビビって開国しちゃった幕府ではなくて、天皇を中心として上位を果たそうというふうに考え始めるんですね。 ただ実は光明天皇、え幕末の天皇は孔明天皇って言うんですけど、え天皇は外国人のことは大嫌いで追っ払いたいというふうには考えてたんだけど、天皇はあくまでも自分ではなくて幕府に上位をしてもらいたいというふうに考えていたんですね。えつまり長州藩の考え方というのは天皇にとってちょっと過激すぎたんですね。 ということで、だんだんと次第に過激すぎる長州藩は天皇から密かに嫌われ始めるということになりました。そして、過激すぎる長州のことを嫌った朝廷は、密かにですね、薩摩藩と合津藩に近づいて、えー、この二つに手を組ませて、長州を京都から追放しようというふうに動き始めるんですね。で、最終的に、えー、この計画がうまくいって、 長州は京都から追放されることになってしまいました。これを8月18日の政変と言います。ということで今、長州は薩摩と合図のせいで京都から追放されていますので、長州が薩摩を激しく憎むようになるんですね。まあ実はもともとあまり仲は良くなかったんですけど、まあさらに激しく憎むようになるということで、まあ結構先の話になりますが、 最終的に薩長というのは同盟を結ぶ関係になりますけど、えー、この時長州がめちゃめちゃ薩摩を激しく憎むようになったので、えー、この憎しみの感情というのが薩長同盟を結ぶ上での大きな支障となっていくということになります。そしてこの政変によって朝廷内で一番力を持っていた長州藩が追放されたということで、えー、京都の政治システムは大きく変わることになるんですね。 8月18日の政変の後、朝廷の任命による有力者の合議制会議、参与会議が始まったんですよ。そしてこれに薩摩の島津久光も呼ばれることになるんですけど、えー、この参与会議というのはまさに島津成明の頃からの念願であった、えー、有力な人で集まってみんなで話し合って政治を決めようぜっていう会議なわけですよね。なので島津久光はめちゃめちゃ喜んだと思うんですけど、 えー、残念ながらですねこの参与会議には幕閣の代表として徳川慶喜も参加しているんですけど慶喜、えー、はやっぱり台頭しすぎている薩摩のことを警戒していますので慶喜と久光がこの会議でも対立をし始めてしまうんですね、えー、そしてこの2人が対立をしてしまったことによって参与会議というのはほぼ何の成果も上げられないまま崩壊しかけるということになってしまいました。 そして、いよいよ、久光も、吉野部に対してぶち切れすぎて、もう参与会議なんていいから、俺は薩摩に帰るわって話になっちゃうんですね。えー、ただ、そんなことをされてしまうと、せっかく参与会議という場に薩摩が呼ばれるようになって、えー、薩摩が政治に対して、えー、ちゃんと正式に口を出せるようになったのに、まあ、それがすべて無駄になってしまうわけですよね。なので、大久保たちは困るわけですけど、 その大久保たちは慶信と久光の間を取り持ってなんとかこの2人を仲良くさせてくれるような人物はいないのかっていうふうに考えるんですねでそこでスポットライトが当たったのが島流しにあってる主人公西郷隆盛なんですね西郷隆盛はいろいろなところにパイプを持っていましたしこのドラマの設定では慶信とも結構仲が良いという設定でしたよね ということで、え、吉信と久光の間を取り持って、なんとか三四会議を続けてもらおうということで、え、大久保などの助言により、ついに西郷隆盛が約1年半ぶりですね。約1年半ぶりに薩摩に復帰するということになりました。ただ、久光はやっぱりまだ西郷隆盛のことが大嫌いなんですね。え、西郷が薩摩に復帰して、初めて久光と西郷が顔を合わせるんですけど、 その時に久光は思いっきりパイプを噛み締めてですね、それを西郷にぶん投げて、俺は吉信のことは嫌いだが、お前のことはもっと嫌いじゃ、という風うに言うんですねで。そのパイプには思いっきり歯型が残ってて、もうそんくらい西郷のことを未だに怒っているわけですけど、まあ周りの説得によって、まあ薩摩に必要だからということで、今西郷が帰ってきたわけですね。えちなみに西郷高盛は今後久光に対し主張な態度をとるということで、まあさすがにね、 また島流しにはなりたくないでしょうから、まあ、多少久光に理不尽なことを言われても我慢をするというね、えー、ちょっと大人な態度をとっていくようになります。さて話を戻します。薩摩に戻った西郷の仕事は、えー、久光と慶信の間を取り持つという仕事ですので、えー、早速西郷は慶信のところに行って、参、え、与、ー、会議でもう一度ちゃんと久光様と話し合ってくれないかみたいなことを言いに行くんですね。 でこれに対して慶喜が言ったね、ドラマ内のセリフがすごく印象深かったので、そのまま紹介すると、あれほど憎んだが、今思うと、いい直介はよく幕府を守り抜いたんじゃないかということを良信は言うんですね。どういうことかというと、かつて良信といい直介は対立するシーンがありましたよね。 なんだけど、今の吉信は将軍後見職ということで、かつての良い直助と同じように、幕府を守らなければいけない立場にあるわけですね。で、その立場になってみて初めて、えー、薩摩みたいな戸様がどんどん力をつけてきて、えー、こう、幕府を倒さんばかりの勢いを持ってることがすごく怖いというのが吉信には分かって、えー、かつての良い直助は実はよく幕府を守り抜いたんじゃないかというふうに考え始めているんですね。 ということで、やっぱり義信は薩摩に対して強い警戒心を持っているわけですけど、まあドラマの中では西郷とヨシの仲がいいということもあって、まあ、最終的にはヨシは分かった。もう一度久光と会ってやろう。という風うに言ってくれたんですけど、えー、久光の方がですね、やっぱりあいつと話すことなんてねえわ。絶対うまくいかねえしってことで、勝手に薩摩に帰っちゃったんですね。ということで、えー、これをもって参与会議は崩壊した。 ということになりました。えー、ちなみに、ついでに言うと、まあ、確かに久光が勝手に帰って参与会議は崩壊しちゃったわけですけど、西郷隆盛は、久光と吉信がもう一度話し合う場をセッティングするというのに見事一応ちゃんと成功していて、西郷自身はちゃんと仕事をしたわけですよね。ということで、久光は西郷に対して、お前に褒美をやるということで、西郷を軍司令官に任命したんですね。 ただ、これはちょっと腑に落ちない展開なんですね。というのも、西郷隆盛は、えー、撮影戦争の時も島に流されていましたので、戦争の経験が一回もないわけですよ。なので、西郷本人も、なんで俺戦いの経験ないのに、薩摩の軍の司令官に任命されたんだろうということで、まあ、不思議に思ってるわけですね。まあ、一応ドラマ内ではその理由がちょっと言及されていて、 まあ、軍司令官というのは、戦の先頭に立たないといけないので、まあ結構危険なわけですよね。なので、久光は自分の嫌いな西郷をそういう危険なポジションにつけさせたのではないか、みたいなことが一応ドラマだと冗談っぽく言われてましたけど、まあその辺の真相はよくわからないけど、とにかく西郷が薩摩の軍司令官に任命されるということになりました。そして、参与会議崩壊後の京都はどうなったのかというと、 徳川慶喜はそのまま京都に残ったので慶喜、えー、と朝廷の結びつきがすごく強くなったんですねで最終的に慶喜は金利御守衛総督という、まあ、簡単に言うと朝廷を守る軍のトップに任命されることになって京都でがっちりと、えー、権力を握ることになりました、えー、ちなみに慶喜だけではなくて一橋慶喜と会津藩主と桑名藩主この3人ががっちりと固まって権力を握ったので えー、参与会議崩壊後の京都の政治体制のことを一階層政権なんて呼ぶこともありますさて話を一旦8月18日の政変で京都から追放された長州に戻します京都から追放された長州はまだ全然諦めていなくてもう一度返り咲くために変装なんかをして京都で潜伏活動を行っているんですねそして潜伏している人たちは 古書に火を放って、その混乱に乗じて天皇を長州に連れ去って、また長州が、えー、朝廷の政治を動かして日本を変えていこうぜっていうふうに、えー、かなり過激なことを考え始めていたんですね。ただ、こういう危険な計画を立てているということが、京都の治安を守る部隊の一つである、えー、大人気グループ、新選組に事前に察知されてしまうんですね。 新選組が怪しい奴を拷問したらこういう計画が明らかになったんですよ。そして新選組はこういう危険なことを考えている連中がどこに潜伏しているのかということでいろいろな宿を探すんですけど最終的には池田屋という宿で新選組とそういう危険な計画を考えている連中が鉢合うことになってそういう危険なことを考えている人たちの多くが捕獲されるということになりました。 これを池田屋事件と言います。ということで、池田屋事件によって危険すぎる計画は未然に防がれたわけですけど、ただ、徴収側からしてみると、えー、その最後の望みの綱的なった計画が、えー、破綻したことになりますし、まあ、この池田屋事件によって優秀な人材を何人も失っているんですね。 ということで、今、長州藩は8月18日の政変で京都から追放され、さらに池田屋で計画も破綻したし、優秀な人材もたくさん失ったということで、めちゃめちゃ追い詰められてるんですね。で追い詰められた長州は、ついに暴発しちゃって、ここまで来たらもう仕方がない。実力行使で、武力で朝廷を奪い返すしかないというふうに考え始めるんですね。 ということで、えー、今、御所は合津藩が中心となって守っているんですけど、その五所を守る合津藩を京都から排除するため、京都の町を襲うという、えー、とんでもない暴走をし始めました。この戦いは、後に金門の変と呼ばれる戦いになりますが、金門の変には薩摩も大きく関わっていくことになるんですね。えー、まず、主人公の西郷隆盛は薩摩軍のリーダーに任命されていましたよね。 ということで、最後を率いる薩摩軍なわけですけど、西郷はですね、幕府の出兵命令を拒んでいます。どういうことかというと、今、長州が朝廷を襲おうとしているから、朝廷じゃないや、長州のことを撃退してくれないかというふうに、幕府から命令が来ているわけですね。しかし、これを西郷は拒んでいます。拒んだ上で、積極的に長州のことは撃退しないけど、 ちゃんと皇居のことは守りますよということで、西郷隆盛は防御に専念するという道を選んだんですね。では、西郷がなぜそういう道を取ったのかというと、その理由はかなり難しくて、えー、実はドラマの中でも明確には説明されてなかったと思うんですよね。ということで、えー、かなり僕の予想も入ってくることになりますが、まず第一として、この禁門の変というのは、 あくまで長州藩は五所を守る合図を排除すると言って戦いを仕掛けているんですね。なので、えー、薩摩藩からすると、今回の戦いは長州と合図の視線、私の戦いであるというふうに考えているので、まあ、そんなに積極的に関与したくないっていうのがあると思うんですね。で、もう少し言うと、この頃にはすでに参与会議が崩壊しています。 つまり、島津久光と吉信の対立が明らかになっている。つまり、えー、薩摩と幕府の対立が、えー、この頃には明確化されているんですね。ということもあって、この頃の薩摩は幕府から距離を置きたいというふうに考えていても、えー、不思議ではないと思うんですよ。ということで、幕府の命令は拒みたい。ただ、えー、天皇のことを守らないわけにもいかないということで、えー、そういうこともあって、おそらく西郷は、 え、天皇じゃないや、幕府の命令は拒むけど、天皇のことはちゃんと守りますよ、っていう道を選んだのかな、というふうに僕は考えています。ということで、薩摩軍は、禁門の変が始まった後も、積極的に戦いには参加せずに、皇居の周りにずらーっと兵士を並べて、防御だけを固めていたんですね。ただ最終的には、長州の勢いがものすごくて、このままだとマジで朝廷が乗っ取られかねないという状況まで来るんですよ。 でそこまで来ると、えー、防御だけに専念するなんていう呑気なことは言ってられませんので、薩摩もいろいろな苦戦しているところに加勢していくんですね。えー、その結果形勢が逆転して最終的に金門の変は長州が敗北するという形で終わりました。これによって今長州藩は8月18日の政変で京都を追放され、池田屋事件で優秀な人を失い金門の変で敗北する。 ということで、えー、負け続きですのでもうボロボロの状態でかわいそうな状態になるんですねただこの禁門の辺で本当にかわいそうだったのは長州藩ではなくて京都に住む一般の人々なんですね、えー、この戦いは京都で行われたので京都の街も焼け野原になってしまって何の罪もない一般の方も死にましたし、えー、家が焼けて帰る家がなくなっちゃったみたいな人もたくさんいるわけですね とということで戦いの後西郷隆盛は京都の街を見てですね、えー、戦争の悲惨さを思い知ることになりますし、えー、自分がもっとうまく戦えていたらこういう事態が防げたかもしれないということで、えー、自分の無力さを嘆くとということになりましたしかし「金門の変」という悲しすぎる戦いが終わったばかりだというのにまたすぐ別の戦いが始まろうとしていました。それが長州になります 今、長州藩は、禁門の辺の時に、えー、御所に向かって発砲なんかしていますので、朝敵となっているんですね。ということで、朝敵の長州を長命によって制罰しようということで、今、長州制罰が始まろうとしています。そして、幕府の出兵命令が薩摩にやってくることになるんですけど、長、えー、朝敵の長州を退治しようという話を断るわけにもいきませんので、えー、これに薩摩藩も参加していく。 ということになりました。しかし、西郷隆盛は迷っていました。というのも、今、禁門の変が終わったばかりで、戦争の悲惨さを実感したばかりなんですよね。ということで、西郷は、長州征伐やむなしというふうには考えていますが、その一方で、これをなんとか平和的に終わらせる方法はないんだろうかというふうに悩み始めるんですね。 でそうこうしているうちに西郷は幕府の軍艦奉行、勝海舟と出会うということになりました。勝海舟は幕府の軍艦奉行ということで、当然徴収性罰をしなければいけない立場にあるんですけど、えー、これを拒んでいたんですね。では勝海舟はなぜ徴収性罰を拒んでいたのかということで、勝海舟がドラマの中で西郷に行ったセルフをそのまま持ってくると、 水に落ちた犬を寄ってたかって叩きのめそうなんてひどい話じゃねえか。異国との交易で物価が上がり、庶民は生活に困っている。徴収性罰より他に心配することがあるだろう。俺も君も戦はしたくない。西郷くん、迷っているね。俺が成明様なら、こう言うね。もう幕府なんざ見限るこった。というふうに西郷に言ったんですね。 ということで、勝海舟は今、幕府の人間なのに、幕府を見限ることだって言ってるわけですねえ。かなりすごいことを言ってるわけですけど、じゃあなぜ勝海舟がこういう思想を持っているのかというとえ、ドラマでほとんど解説されていなかったので補足すると、え勝海舟という人は当時とてもとても貴重な外国に行ったことがある人、アメリカに行ったことがある人なんですね。えなので、広い世界を見ていて、まあ、日本っていうもののちっぽけさを知ってるわけですよ。 で幕末の日本人っていうのは、日本人という感覚を持っている人がほとんどいなくて、薩摩の人は自分を薩摩人だと思っているし、長州の人は自分を長州人だと思っているわけですね。えー、ただ、勝海州はアメリカに行って広い世界を見たおかげで、えー、日本人という感覚がすごく強くある人なんですね。で日本人という感覚で、この長州性伐を見てみると、所詮内乱に過ぎないわけで、 えー、徴収をボコボコにしてるんだから、日本の力が弱まってしまいますよね。えすると喜ぶのは外国だけということで、えー、そういう風うな発想があるから、勝海舟は幕府の人間でありながら、徴収性抜に大反対していて、幕府のことなんざ見限っちまえ、という風うな過激な発言をしているということになります。また少し話が変わりますが、この時最後は、勝海舟だけではなくて、 勝海舟の弟子って皆さんご存知ですか勝海舟の弟子の坂本龍馬とも出会っているんですね。えー、皆さんご存知の通り、坂本龍馬といえば、殺鳥同盟の盾役者の一人ということで、今後西郷とも深い関わりを持っていくことになります。ということなので、坂本龍馬について本当にザクッと解説すると、坂本龍馬というのは、土佐藩の生まれなんですけど、 ま、いろいろあって、土佐を脱藩後、江戸に行って、勝海舟の弟子となっているんですね。で、勝海舟の弟子となった坂本龍馬は、勝海舟と共に、海軍総連所を設立しています。海軍総連所っていうのは、簡単に言うと、海軍士官の養成学校ですね。え、これを設立しています。そして、この海軍総連所には大きな特徴があります。 え先ほど説明したように、勝海舟は日本人だっていう大きな感覚を持っている人だって言いましたよね。なので、この海軍総連所にも、土佐の人だったり、長州の人だったり、藩の垣根を越えていろんな人材を集めていたんですよ。で、え坂本龍馬はその海軍総連所で熟頭をやっていたということでえ、すごく人脈が広いんですね。 ということで、坂本龍馬は、長州藩などとパイプを持っているので、まあ、そういうこともあって、後の薩長同盟に関わってくるということになるんですね。えー、また、坂本龍馬について最後補足すると、龍馬はどちらかというと、武士というよりも商人みたいな人なんですね。まあ、そもそも坂本家というのが、元をたどると大商人の家系だったりして、まあ、家も実はすごくお金持ちなんですよね。 なので、龍馬は考え方が武士というよりもかなり商人に近くて、まあ、将来の夢も世界の海をこう船で渡って商売したいみたいな、そういう考え方の人なんですね。ということで、えー、この時はまだなんもないんですけど、えー、この時に西郷隆盛と坂本龍馬が顔合わせをして、今後深く関わってくるということになりました。さて、長州征伐に話を戻します。西郷隆盛は金門の変で大活躍したということもあって、 最終的に、長州政罰の、えー、長州政罰軍の参謀になるんですけど、えー、その最後高森は、勝海舟の話に影響されたこともあって、長州政罰を平和的に終わらせるということを決意したんですね。じゃあ、これをどうやって平和的に終わらせるのかというと、最後高森は、俺一人で長州に乗り込んで話し合いをしてくるというふうに、まあ、とんでもない作戦を言い始めたんですね。 ただ、この話を聞いた周りにいた人たちは、当然最後に猛反対するわけですね。なぜなら、長州は薩摩のことが大嫌いということで、えー、特に金門の変の時に大活躍している西郷高森に対する恨みがめちゃめちゃ強くなっていたわけですね。なので、西郷が長州に乗り込んだら、捕らえられて殺されても何ら不思議ではないわけですよ。なので、周りは止めているわけですが、 ただ、西郷隆盛には賞賛があったんですね。というのも、この頃の長州というのは、実は金門の辺で敗れただけではなくて、えー、長州というのは過激な上位派で、えー、追っ払えみたいな感じで外国船に対して大砲を打ちまくってたんですね。なので、外国がぶち切れて仕返しに来て、えー、四国艦隊下関砲撃事件ということで、長州藩は外国4カ国から攻撃を受けて、もうボロッボロになっているんですね。 ということで、最後は、ボロボロの長州では、徹底抗戦を考える人より、幸福を考える人の方が多いのではないか、というふうに予想しているんですね。ただ、予想で動くのは危険ということでえ、信頼できる部下なんかを事前に長州に送って、こう、情報収集させるんですね。えそうしたら、やっぱり最後の予想通り、今、長州班では、もうボロボロということで、 えこれ以上、幕府に逆らうのはやめようぜっていう、恩恵な人たちが政治の中心を、え、こう、担っている状態になっていたんですね。で、それを聞いた最後高森は、俺の予想通り、これはいけるぜってことで、単身で長州に乗り込んで、長州藩に対して、三人の過労。過労っていうのは、まあ、偉い人ですね。三人の偉い人の切腹、長州藩主の謹慎、幕府への謝罪と教順の意思を示す。 これを全部やっていただければ、長州政罰は終わりにしますということで、えー、これに従ってくれれば、長州政罰軍が長州を襲うことはないですよ。というふうに長州に提案したんですね。そして今、長州藩では、ボロボロだからこれ以上幕府に逆らうのはやめようぜって考える人たちが政治の中心となっていましたので、 えー、この提案を受け入れることになり、長州征伐は、ま、本格的にドンパチが繰り広げられることなく、話し合いで平和的に終了する、ということになったんですね。ということで、えー、よかった、めでたしめでたしって感じがしますけど、これにすごく不満を覚えた人がいるんですね。それが、長州をボコボコにしたかった徳川義信になります。まあ、徳川義信からすると、 今回は薩摩藩が主役ということで、あんまり長州の話はできてないんですけど、これまで長州藩っていうのは上位だ、上位だ、みたいな感じで、幕府にめちゃめちゃ迷惑をかけていたし、すごく反抗的な藩だったんですね。ということで、吉信からすると、長州を二度と立ち上がれなくしたかったんですよ。めちゃめちゃボコボコにしたかったんだけど、今最後高森が長州藩を生かしてしまったわけですよね。 ということで、吉信は西郷隆盛にブチ切れちゃって、ドラマの中で西郷に、お前腹を切れっていう風に言ってしまうんですね。ただ、これを聞いた西郷隆盛は、さすがにブチ切れちゃって、吉信に対して、あなた様がなさろうとしているのは、幕府を守るためだけの腐った祭り事でございます。恋でも昔の縁は断ち切りました。我らもはやここまででございます。と言って、 今まで結構仲が良いという設定だったんですけど、西郷は吉信のことを見限るという決心をしたんですね。ちなみに幕府を守るためだけの祭り事ってこれどういうことかというと、ちょっと補足すると、西郷隆盛は長州征伐の狙いは長州と薩摩などを弱らせることというふうに考えているんですね。 えどういうことかというと、徴収政伐を行えば、政伐される側の徴収はもちろん弱りますけど、それだけではなくて、政伐する側の薩摩なんかも、まあ、ある程度反撃を受けるし、まあ、戦争すればお金もかかるし、人も失うし、ということで、まあ、ダメージを受けるわけですよね。つまり、徴収政伐をやれば、まあ、いろんな藩の力が弱まるということで、幕府にとっては統治しやすくなるんですけど、 ただそれって日本の全体のためにはならないよねっていうふうに西郷隆盛は考え始めるんですね。ということで、えー、この辺から西郷隆盛は長州征伐に固執、えー、する吉信のことを嫌って、吉、え、信、ー、だったり幕府は日本のためにはならないというふうに考え始め、えー、ついに西郷隆盛がこの辺から倒幕を目指し始めるということになりました。 ただ、倒幕をすると言っても、薩摩だけが勝手に盛り上がって、俺たちは幕府を武力でぶっ倒しますって言っても、えー、他の藩の協力なんかが得られずに、えー、孤立して失敗しちゃうのは目に見えているわけですね。なので、倒幕するためには、朝廷の協力が必要不可欠なんですよ。えー、つまり、朝廷が、幕府は丸のだからみんなやっつけてくださいと言ってくれれば、他の藩も協力するようになって、 朝廷の名のもとに倒幕ができるんですね。なので、倒幕には朝廷の協力が絶対に必要不可欠なんですが、えー、この頃の京都というのは、一階層政権なんて言葉を、えー、ご紹介した通り、徳川義信が京都をがっちりと押さえているんですね。ということで、孔明天皇が義信のことを信頼して、義信にべったりという状況なので、えー、なかなか薩摩が朝廷に入る隙はない。 という状態になっていました。そんな状況の中、西郷隆盛や大久保利通は、公家の岩倉智美への接近を試みるんですね。岩倉智美ってどういう人物なのか、簡単に紹介すると、もともとは公明天皇の信頼がすごい厚い人物で、公部合体、幕府と朝廷が協力する体制、これを作るために頑張っていた人物とされているんですね。 ただ、後に尊王上位派の公家が台頭しちゃったことによって、岩倉ともというのは後部合体ということで、幕府の人間なんかとも近しくなっていましたので、朝廷を幕府に売った悪人というふうに見なされてしまうんですね。ということもあって、今朝廷を追放されてボロボロの屋敷に住んでいるという状況です。ということで、今は単なる没落貴族に過ぎないわけですけど、 もともとは公明天皇の信頼が厚い人ということで、えー、朝廷内で結構力を持っていた人なので、もし今後岩倉ともが朝廷に返り咲くようなことがあれば、まあ、朝廷内でも結構いいポストをもらって、えー、倒幕する上で役に立つ可能性が高いわけですよね。それに今、岩倉ともは朝廷を追放されているからこそ、まあ、徳川義信たちには囲まれていませんので、西郷や大久保でも近づくことができたんですね。 ということで、今、西郷は、もしかしたらこの岩倉智美という人が、倒幕する上で、重要になるかもしれないということで、接近しているわけですけど、そうこうしているうちに、岩倉智美が、幕府が朝廷を悪用するようなことがあれば、倒幕やむなし、と考える人物だということを、西郷隆盛は知るに至るんですね。ということで、西郷はますます、やっぱりこの岩倉智美という人は、 今は単なる没落貴族だけど、絶対今後倒幕をする上で重要な人物になるというふうに考えて、まあ、それこそ賄賂なんかもたくさん送っているんですけど、岩倉智美に接近して岩倉智美と仲良くなっていくということになりました。さて、話が変わります。えー、このように西郷隆盛が倒幕に向けて歩みを進めていたんですが、なんと第二次徴収性罰が決まってしまうんですね。 なぜかというと、まあ、そもそも吉信というのは、1回目の長州政罰が話し合いで終わったことに対して不満を持っていましたよね。それに、1回目の長州政罰の時は、幕府に従おうと考える人たちが長州の中心となっていたんですけど、えー、実はその後、高杉晋作なんかがクーデターを起こして、えー、また高杉晋作たちが政権を担ってですね、幕府には逆らってやるぜっていうふうに、また長州藩が過激な藩に戻っていたんですよ。 ということもあって、吉信たちは、えー、第二次徴収政罰を決めたわけですが、これに対しては、諸藩からかなり不満の声が上がったんですね。というのも、諸藩の認識としては、もう徴収政罰って終わったじゃんって感じだったし、えー、本格的に戦うとなれば、えー、それだけお金もかかりますし、人も多く死ぬしということで、えー、自分のところの藩が弱ってしまいますから、 幕府のために積極的に長州政罰を行いたい藩っていうのは、まあ、そんなに多くはなかったんですね。で、この頃、薩摩藩も、西郷隆盛だけではなくて、島津久光なんかも含めて、藩の首脳陣の多くは倒幕を考え始めていましたので、薩摩藩は第二次長州政罰の出兵を拒む方針を立て始めました。ただ、当然、長州政罰というのは、幕府が勝手に始めるわけではなくて、 えー、事前に朝廷に対してお伺いを立てていて、朝廷から徴収性罰をやってもいいよというふうに許可が降りているわけですね。えー、ということで、朝廷の許可があるわけなので、多くの藩は内心不満を持っているかもしれませんけど、なかなか逆らうこともできないので、なんだかんだでほとんどの藩は徴収性罰にちゃんと参加するということが予想されるわけですね。 えなので、そういう中で、薩摩だけが出兵を拒んでしまったら、薩摩が孤立をして、徴収征伐が終わった後に、今度は薩摩がいじめられる立場になるという可能性は十分考えられたわけですよ。なので、徴収征伐の出兵を拒むというのは、とてもハイリスクなわけですね。というわけで、えー、薩摩の孤立を防ぐためには、徴収征伐をただ拒むだけではなくて、 長長州州とと手をを組んんでちゃんとを勝たせるるという必要性が出てくるんですねただ、長州と手を組むと言っても何度も言っている通り、えー、薩長は犬猿の中で特に長州は薩摩のことをめちゃめちゃ嫌っていますので、えー、薩摩の方から長州に手を組みませんかって言っても、それを受け入れてくれるとは到底思えないわけですね。ということで、どうすんだよって感じになっているわけですけど、 そこで活躍したのが勝海舟の弟子である坂本龍馬になります。今坂本龍馬はもともと海軍総連所という学校の塾頭をやっていたって話をしましたけどそこが勝海舟が幕府に反抗的だったこともあって閉鎖されてしまったんですね。で閉鎖されたということで今龍馬は路頭に迷っているわけですけど 当時、龍馬みたいにちゃんと公開術を学んで、西洋式のでっかい船をちゃんと運航できる人間っていうのはかなり貴重な人材だったので、薩摩藩が龍馬のことを拾って、今薩摩が龍馬のことをお世話しているという状態になっているんですね。そして、すでにお話ししたように、坂本龍馬は長州藩などとパイプを持っているということで、長州の大物、桂小五郎なんかとも知り合いだったんですね。 そして最終的には、最後のお願いもあって、坂本龍馬が、薩長の橋渡し役ポジションになってくれて、薩長同盟のお手伝いをしてくれることになりました。では今、相手方の長州藩はどういう状況なのかというと、長州藩は今、朝敵となっていますので、どこからも武器を入手することができずに困っていたんですね。でそこに目をつけた坂本龍馬は、長州藩の桂小五郎に近づいて、桂に対して、 薩摩の船でで異国から武器をを購入ししししそれを長州にに流してあげましょうううというふうに提案したんですねつまり、それと引き換えに、薩摩の西郷さんと話し合って、えー、薩長同盟について前向きに考えてください。というような話なわけですけど、じゃあ、坂本龍馬がなぜこんなことができたのかというと、えー、龍馬は今、薩摩のお世話になっていましたよね。で薩摩のお世話のもと、長崎に亀山車中という、 今でいう貿易会社的なものを作っていたんですね。で、この会社には船もある、薩摩の船もあるし、龍馬たちがそれをちゃんと運航できるということで、世界中で商売をする体制っていうのが整っていたんですよ。なので龍馬はこのような話を桂小五郎に持ちかけたわけですが、えー、ただ、初めは桂小五郎はやっぱり薩摩のことを憎んでいますので、薩摩と手を結ぶなんてそんなの無理だというふうに断ったんですね。 ただ桂小五郎も長州藩の大物で賢い人ということで薩、えー、摩と手を結ぶ必要性っていうのはよく分かっていますので最終的には桂小五郎が話を受け入れてくれて、えー、西郷との話し合いを決めるということになりましたただこのあと悲劇が待っています桂小五郎と西郷隆盛が話し合うということで西郷が長州に出向くことになったんですけど えー、まさにその日にですね、西郷隆盛は第二次長州征伐の軍議のために京都に行かなければならないことになったんですね。で、えー、薩摩藩というのは、まあ、基本的に長州征伐に参加しない方向で考えているわけですけど、まあ、他の藩の動向なんかも知りたいところですので、えー、西郷隆盛はこっちを優先して長州ではなくて京都に行ってしまったんですね。えー、ただ長州の方にはちゃんと 最後の古くからの知り合いである海枝という男にカツラ宛ての手紙ということで、今回はこういう事情で長州には行けませんでしたが、私はこうこうこういう理由であなたたちと同盟を結びたいと思っています。的なことが書かれた書状を託したんですね。ただ、これはあくまでもドラマの設定ですけど、最後から書状を預かった海枝が長州のことを敵視していて、最後のことを裏切っちゃうんですね。 つまり、海江田は長州に行かなかったんですよ。書状を届けなかったんですね。というのも、この頃の多くの薩摩の人っていうのは、長州のことをものすごく敵視してますので、西郷隆盛みたいに、薩長同盟の必要性を真に理解できている人っていうのはまだ少なかったんですね。ということで、海江田は感情に任されてしまって、あんな奴らと手を結べるかーっていうことで、西郷を裏切ってしまったわけですね。 ということで、えー、つまり桂小五郎側からすると今、ドタキャンされてるわけですよ。本当は薩摩と手を結びたくなかった。でも必要だから西郷と会うということにしてあげたのに、にもかかわらず当日に西郷高森が来ないということで、えー、当然桂小五郎はブチギレるわけですね。 えそして、このカツラと西郷の間を取り持ってくれた、えー、坂本龍馬も当然ぶち切れるということで、えー、龍馬は西郷に失望することになるんですね。というのも、まあドラマでも言ってましたけど、龍馬にとっては、海枝エ々の話はどうでもいいんですね。そもそもとして、西郷隆盛が、長州よりも京都に行くことを優先したことが許せないわけですよ。なぜなら、龍馬は薩摩だけではなくて、 えー、長州の内情にもかなり詳しいので、桂小五郎にとって西郷隆盛と会うっていうのが、まあ、どれだけすごい決断かっていうのを、龍馬はよくわかってるんですね。なので、龍馬からしてみると、海江田ダ・ウの話は言い訳に過ぎなくて、そもそもとして長州よりも京都に行くことを優先したってことが許せないし、西郷隆盛って、えー、そんな判断もできない男なんだってことで、かなり失望しているわけですね。 ということで、まあ、ドラマの中では、龍馬が最後高森に、お主には失望したぜよ、的なことを言って、最後の元を去ってしまって、殺鳥同盟を結ぶのが難しくなってしまった、という状況になりました。しかも、そうこうしているうちに、長州性伐の準備もどんどん進んでしまっているんですね。で、これに対して、ストップをかけるために、大久保利道がついに動くんですね。大久保利道は、大義のない勅命は勅命にあらず、 つまり、たとえ天皇の許しがあったとしても、大義のない長州政罰に従う必要はないんだ、という内容の文章を書いて、そこにちゃんと大久保利通っていう署名を入れて、それを世間に発表しようとしたんですね。で、まあそうすることで、長州政罰に従わない藩を増やそうという狙いがあるわけですけど、まあこんなことをすると、幕府からも朝廷からも目をつけられることになるので、スーパー危険な行為なわけですね。 ただ、大久保利道はやるしかないということで、この文章を発表しようとするんですけど、まあ、それを聞いた西郷隆盛は、大久保丼はやっぱりすごい男だということで、自分も賛同して、自分の名前もですね、そこに書き連ねて、西郷隆盛と大久保利道の名前で、こういう文章を世の中に発表するということをやりました。 そして、こういう文章を西郷隆盛が出したってことは、坂本龍馬の耳にも届くことになるんですけど、それを聞いて龍馬は、西郷隆盛はマジなんだなってことで、西郷のことをちょっと見直したりするんですね。最終的には西郷は、自ら龍馬の元に行って、まず、この間のドタキャンの件をちゃんと謝罪した上で、商売の話がしたいって言ってですね、 えー、龍馬に、まず薩摩名義で仕入れた武器ということで、えー、長州藩は今武器を仕入れずに困っていますから、えー、薩摩名義で仕入れた武器を長州に送ってあげる。その代わりに、今薩摩というのは、実は米不足で困っていたんですね。なので、長州の米を薩摩に送ってくれないかということで、まあ、こういう商売話を龍馬に持ちかけるんですね。 ということで、まあ、この商売話っていうのは、何て言うんだろう。ある意味、カコツケで、えー、とにかくこういう話を持っていって、もう一回、桂小五郎さんに、薩長同盟のお願いをしに行ってくれないか、ってことを、龍馬に頼んだんですね。この話を受けた龍馬は、今、西郷隆盛が、こういう危険すぎる文章を世の中に発表するくらいマジなんだ、ということが分かっているので、えー、西郷の話を受け入れてくれて、また長州に行ってくれたんですね。 で長州の方では、桂小五郎がドタキャンされたわけなので、もちろん一悶着あったりするんですけど、ただ最終的には桂小五郎の方も OK をしてくれて、最後高森とカツ小五郎をはじめとする薩摩と長州の話し合いの場っていうのがついに実現したんですね。ただ実現したんですが、やっぱり面と向かって話し合うと、まあ、なかなかうまくですね、話し合いが進まないんですね。 というのも、まあ、最後、高森本人は、早く、薩長同盟結ぼうぜ、って感じなんですけど、ただ、やっぱり他のものは、メンツを気にしたりするので、えー、こっちから、薩長同盟のお願いをしてはいけません。あくまでも、長州の方から頭を下げて、えー、こっちに、薩長同盟の話を、 え向こうがお願いするっていう形じゃないとダメなんです。みたいな感じになって、まあなかなかね、両者向かい合ってるのに話がうまく進まないというもどかしい感じになっていくんですね。ということで次第に殺鳥同盟ってやっぱ無理なんじゃねっていう雰囲気すら漂い始めるわけですけど、このピンチをですね、これはドラマのオリジナルストーリーになりますが、ドラマではたった1枚の写真がこのピンチを救うことになりました。 その写真というのは、えー、イギリスに留学した薩摩と長州の若者が手を取り合っているという写真なんですね。えー、つまり、日本という狭い世界で、えー、薩摩と長州の人が、俺たちは絶対に仲良くなれないってことで、えー、手を取り合うことを諦めているわけですけど、イギリスに留学した薩摩と長州の若者は、とっくの塔に手を取り合って助け合っていたということがわかるんですね。 で、まあ、この写真がきっかけとなって、お互いの態度も柔らかくなってですね、まあ、これはドラマのオリジナルストーリーになりますけど、まあ、こういうきっかけがあって、最終的には、殺鳥同盟が見事成立するということになりました。そしてついに、幕府が第二次長州征伐を開始し始めます。この戦いは、幕府軍約10万バーサス長州軍約4000人と言われていて、 まあ、数からしてみると、長州軍の負けが必須なように思えますが、えー、実際は長州が幕府に連勝して、幕府は負け続けるんですね。ではなぜこうなったのかというと、えー、まず理由の一つ目はモチベーションの違いということで、えー、長州軍はここで負けたら終わりなので、みんなが必死に戦っているわけですね。それに対して幕府軍というのは、えー、そもそもあんまりやる気がなかったわけですよね、初藩は。 でそのやる気のない諸藩を集めて戦っているので、えー、全然モチベーションが違うわけですね。これが、えー、理由の一つ目で、理由の二つ目が武器の違いということで、今、長州藩は、えー、薩殺同盟を結んでいましたよね。薩摩藩というのは、撮影戦争以降、イギリスと急接近して、イギリスから西洋の武器なんかを仕入れていましたよね。 でそれを長州に流していますのでえ、長州の方は確かに人数はめちゃめちゃ少ないんですけど、モチベーションがめちゃめちゃ高いし、武器は幕府軍よりも新しいんですね。ということもあって、長州軍が幕府を追い払い続けるという展開になりました。しかも幕府の不幸はこれだけでは終わりませんでした。長州征伐の途中で14代将軍の徳川家持が病気で亡くなってしまったんですね。 ということで、幕府はこんなことしている場合じゃないということで、長州政罰を中止するんですが、世の中としてみれば、今長州軍の方が連勝しているっていうことは分かってますので、幕府は長州政罰に負けたというふうな認識を持つわけですね。で、幕府っていうのは本来、すべての藩の上にあるべき存在なのにもかかわらず、長州藩に負けたということになりますので、 幕府の権威はガタ落ちするし、おいおい、幕府ってマジでそろそろ危ないんじゃないのっていうふうに世間から思われるようになってしまったということになりました。そして、こんな幕府にとっては最悪の状況で次の将軍となったのが15代将軍、徳川義信になるんですね。義信は賢い人で自分が貧乏くじを引く可能性が高いってことは分かっていたと思うので、 まあそういうこともあってか、はじめは将軍になることを何度も拒んでいるんですね。ただドラマの中では最終的には孔明天皇から何度もお願いされて、えー、仕方がなく将軍になるという形になりました。しかし残念ながら、義信が将軍になってすぐ後に、その孔明天皇がお亡くなりになってしまうんですね。 で、公明天皇っていうのは、吉信のことをすごく信頼している天皇でしたので、その天皇が亡くなったということで、吉信というか、幕府は大きな後ろ盾を失ってしまうことになるんですね。ちなみに、この公明天皇が亡くなったタイミングがあまりにも倒幕派にとっては都合が良すぎるということで、えー、倒幕派による暗殺説なんかもありますけど、まあ、その辺はよくわかっていません。 ということで今、幕府にとっては、ものすごく逆風が吹いているわけですけど、それでも吉信は諦めずに、えー、倒幕を考えている薩長の裏にイギリスがいるっていうのは明らかになっているので、吉信はイギリスと対立しているフランスと接近して、 フランスからいろいろと支援を受けて政治の体制なんかも変えていったりとか軍の近代化なんかも図ったりということで幕府のことをどんどんと立て直し始めるんですねただ慶喜がフランスに接近したということで西郷隆盛はですねイギリスから慶喜はフランスから援助を受ける代わりにその見返りとして薩摩をフランスに売ろうとしているというふうに言われるんですね ということで、もしこれが本当だとすると、今、吉信は売国行為をしようとしている、しかも薩摩を売ろうとしているということになりますので、えー、当然、西郷にとっては許せることではなくて、西郷は吉信を撃つことを強く決意し、今後、ドラマの中での表現になりますけど、戦の鬼になっていくんですね。 えどういうことかというと、今まで西郷隆盛は平和主義的な人物として描かれていたわけですけど、まあ今後ね、戊辰戦争に繋がっていくわけだけど、えー、その中では徳川義信を撃つためだったらどんなに汚い手でも使うし、戦争でたくさんの人が死んでも仕方がないみたいな感じの、まあかなりブラック化した西郷隆盛になっていくんですね。ただ正直この辺の設定はかなり無理がある脚本だったんじゃないかなと思います。 というのもそもそもとして慶喜がフランスに薩摩を売ろうとしているっていうのがドラマのオリジナル設定でそんんななのはは史実にはないんですねじゃあなんでこんな設定にしたのかというとセゴドンというのが西郷隆盛だったり薩摩を主役にしてますので西郷のことを悪役として描けないわけですよね。 ただ今後母親戦争が始まっていくにあたって、西郷隆盛は結構汚い手段にも出てますし、戦争でたくさんの人を殺しているわけですよね。でそういう行為を肯定化しないといけないので、吉信はフランスに薩摩を売ろうとしている。だから西郷隆盛がえここまでやっちゃってもしょうがないよねっていうふうな脚本にしたいんだと思うんですね。ただ、やっぱりこれはかなり無理がある脚本だと思っていて、 えー、だって、今、イギリスから最後、高森は、吉信はフランスに薩摩を売ろうとしているって言われているわけですけど、それを信じるのって変じゃないですか。なぜなら、イギリスとフランスって対立しているわけなので、フランスが応援している幕府のことを、イギリスがよく言うはずがないんですよね。 そのイギリスが、ヨシはフランスに薩摩を売ろうとしていると言ったからといって、それをそのまま信じて、俺は絶対にヨシ許さないぜってなったんだとしたら、最後高森がちょっとバカすぎると思うんですよね。ということで、まあかなり無理がある脚本になっていると個人的には思って見ていたんですけど、 まあ、このセゴドンというドラマでは、西郷隆盛が主役になっているので、西郷だったり、薩摩のことを悪く描くことはできないということで、まあ、このようなね、設定になっているということになります。ということで、この話を聞いた西郷は、吉野部絶対ぶっ殺すマンみたいな感じになっていって、もうとにかく倒幕することに固執するキャラになっていくんですね。 ただ、す、え、で、ー、にお話ししたように、薩長が先走って武力で幕府をぶっ倒すぜって言っても、まあ、なかなか世間からの共感は得られないということで、えー、朝廷を味方にしたいんですね。つまり、天皇が幕府のことを悪く思っていて、天皇が倒幕を望んでいるというふうにしたいんですよ。そこで、えー、西郷だったり大久保は、公家の岩倉智美を通じて、倒幕の密着、 つまり天皇による幕府をぶっ倒せという命令をゲットしようというふうに動き始めるんですね。ただ、この岩倉ともが作った倒幕の密着というのは偽物だったというふうに言われています。まあ、本当は天皇がサインみたいのをしないといけないんですけど、まあ、それがなかったんですね。ただ、西郷とか大久保とか岩倉は今焦ってますので、とりあえず偽物でもいいから倒幕の密着をゲットしちゃって、 で、後に倒幕した後にこれを本物にすればいいんだというふうに考えていたんですね。ということで、今最後は、吉信絶対ぶっ殺すマンになっているので、まあ、こういうブラックな手法をとってでも絶対に幕府を倒幕しようというふうに考えているんですけど、えー、実はこの頃、倒幕以外の方法で新しい日本の政治体制を作ろうというふうに考えている藩もあったんですね。 それが土佐藩で、土佐藩は幕府に大政奉還を進めました。大政奉還というのは、幕府自ら政権、政治をする権利を朝廷に返上するという行為なんですね。そして、この話を聞いた徳川義信は、すぐさま大政奉還のメリットを見抜いて、実際に大政奉還を行ったんですね。えー、つまり、政治をする権利を幕府から朝廷にお返ししました。 でも一見そんなことしたくなさそうに見えますよね。まあ、そんなことをしたら幕府は政治ができなくなるということで、したくなさそうに思いますけど、じゃあなぜ吉信が大政奉還をしたのかっていうと、その理由の一つ目は、大政奉還をした後も結局幕府は政治に関与できるというふうに予想されたんですね。というのも幕府から朝廷に対して政治をする権利はお返しされるんですが、 ゼロから政治をやるってめちゃめちゃ大変じゃないですか。なので、いきなり体制奉還されても、朝廷はいきなり政治を自分で行うことはできないので、結局、幕府の人材だったり、ノウハウを必要とするはずなんですよね。なので、結局、体制奉還した後も、幕府は政治に関与できるだろうというふうに予想されたのが理由の一つ目で、理由の二つ目が、倒幕をかわすためということで、こっちから体制奉還しちゃえば、 えー、その体制奉還した幕府を倒幕でぶっ倒すってなっても、え、幕府は自ら朝廷に政治をする権利をお返ししたのに、それをぶっ倒すってなんかおかしくないですかって話になりますよね。えつまり体制奉還をすれば、なんだかんだで今まで通り幕府は政治に関与できる上に、薩長による倒幕を交わすこともできるということで、えー、それを見抜いた徳川義信は実際に体制奉還を行ったということになりました。 そして、大政奉還は土佐藩が進めたということで、土佐藩出身の坂本龍馬も大政奉還には関わっているんですね。で、ドラマの中では大政奉還の後に龍馬と西郷が出会って話をするシーンがあるんですけど、薩長同盟を結んだ時は仲間だったこの二人ですが、この時は思いっきり対立することになるんですね。 なぜなら最後高森は、え政、ー、体制奉還なんかを行ったところで、結局今まで通り幕府が政治を動かすだけだから、そんなのではダメだ。新しい日本を作るためには、幕府は武力でぶっ倒さないといけないんだっていうふうに考えているわけですね。それに対して龍馬は、まあ確かにそういう一面もあるかもしれないけど、ただ体制奉還をきっかけに日本の政治システムはちょっとずつ変わっていくはずだ。 といいう,うに考えているんですよつまり龍馬の方がまあ、改革としてはかなりゆっくり進むんですけどただ平和的に新しい日本を作ろうとしているわけですね。ということで坂本龍馬が大政奉還最後高森が倒幕ということでこの2人は対立していくということになるんですね。そして2人は喧嘩別れするような形になるんですけど。 まあ残念ながら西郷隆盛は今後二度と坂本龍馬に出会うことはないんですね。なぜなら坂本龍馬は大政奉還のちょっと後に暗殺されてしまうということでこの世を去ってしまったんですね。坂本龍馬の暗殺っていろいろな説があるんですけど、まあ、そのうちの一つに西郷隆盛黒幕説なんかもあったりするんですね。 というのも、まあ、この対立構造を見れば、西郷にとって坂本龍馬が邪魔くさいっていうのは明確なので、まあ、そういうとこから西郷隆盛黒幕説なんかもあったりします。ただ一応言うと、ドラマの中でこの説はやんわりと否定されていましたし、まあ、この説自体が割とマイナーな説で、もっとメジャーな説は他にあるんですね。ということで、まあ、僕自身も西郷隆盛黒幕説はそんなことないんじゃないかなと思っていますが、 まあ、いずれにせよ、坂本龍馬は暗殺されて、この世を去ってしまうということになりました。さて、大政奉還に話を戻します。今、大政奉還が行われたわけですが、結局ですね、西郷の予想通り、大政奉還されたところで、今まで通り吉信が力を持ったままで、何も変わんなくねっていう状況が続いたんですね。 ということで、このままだと結局幕府が日本を支配したままだということで、薩長は焦るんですね。で、焦った結果、ついにクーデターを起こすということで、えー、薩摩などが武力で御所を占拠します。まあ完全なるクーデターですよね。クーデターで御所を占拠した上で、天皇に王政復古の大号令というものを出させたんですね。 法政復古の大号令というのは、簡単に言うと、今の政治体制はすべて廃止します。武士ではなく、天皇が政治を行っていた頃の政治体制に戻しますよっていう大号令なわけですねえ。つまり簡単に言うと、幕府はこれで完全終了。これからは天皇中心となって、新たな政治システムを作って日本を動かします。という宣言なわけですね。 ということで、まあ、大政奉還によって、建前上は幕府はなくなっていたんですけど、ただなんだかんだで今まで通り幕府が実権を握っていた。ただこの王政復古の大号令をもって、えー、今度こそいよいよ幕府は完全終了するということになりました。ということで、これをもって幕府は完全終了したわけですが、といっても旧幕府勢力は健在で、まあ、たくさん人もいますし、徳川義信もまだ健在なわけですね。 なので、天皇を中心とする新政府は、旧幕府勢力を完全に抑え込みたいというふうに考えます。そこで新政府は、吉信を省いた上で会議を開いて、吉信の時間農地、官職と土地をすべて朝廷にお返しするということになりますが、これを吉信を省いた会議で勝手に決めようとするんですね。 ただ、ヨシが時間農地をするということは、徳川家に仕えている何万人という家臣が仕事を失うことになりますので、ものすごい話なんですね。ということで、そんなのをヨシ様を省いた会議で勝手に決めるのは、さすがにちょっとどうかと思うということで、土佐などがこれに反対するんですね。ということで、会議がなかなかうまく進まずに休憩時間みたいな時間になるんですけど、 最後高森はですね、会議に参加せずに、周りの警備を固めていたんですねで。そこに会議に参加していた大久保とか岩倉がやってきて、なかなかうまく会議が進まないわってことを最後に言うんですけど、それを聞いた最後高森は、この頃はすでに吉信絶対ぶっ殺すマンになっているので、最後高森は、そげなこつ担当一本でことは足りる、というふうに言ったんですね。 つまり、話し合いで決まらないんだったら、武力で脅せばいいじゃんって、最後高森は言っているわけで、え、徴収性抜を話し合いで終わらせた最後高森はどこに行っちゃったんだろうって感じではありますけど、まあそういうことを最後は、まあ史実でも言ったとされているんですね。で、それをたまたま、土佐の山内陽道って方なんですけど、まあその方が聞いていたこともあって、これ以上薩摩に反対したらまずいというふうに考えたのか、山内は特に反対意見を言わなくなって、 え、それをもって、吉信の時間農地が決定してしまったということになりました。そして今、薩長を中心とする新政府は何を待っているのかっていうと、この時間農地に起こった吉信が向こうの方から戦争を仕掛けてくるっていうのを狙っているわけですね。まあそうすれば、吉信のことを、新政府、 天皇を中心とする新政府に攻撃を仕掛けた朝敵として堂々と退治できるわけなので、吉信から激怒してこっちに戦争を仕掛けてくれないかなと思っているわけですが、ただ吉信はそういうことを見抜いていますので、周りの部下にもお前ら絶対に戦争するなよって言って、新政府には絶対に戦いませんという姿勢を見せているんですね。そんな吉信にびれを切らした西郷隆盛は、めちゃめちゃダークな作戦に出ます。 え、部下たちに命じて、江戸で窃盗、放火、殺人などをやらせまくったんですね。そして、旧幕府勢力を挑発するということをやりました。しかも、これらの窃盗、放火、殺人などが、薩摩の手によって行われているっていうのが、わざとわかるようにしたんですね。それで、え、ぶち切れちゃった旧幕府勢力の一部が、薩摩許せねえということで、薩摩判定を燃やしてしまったんですね。 ただこれは最後の罠で、はい、君たち新政府に攻撃しましたねってことになっちゃったんですね。ということで、もう戦争は避けることができない段階まで来てしまって、旧幕府 vs 新政府の戦争、母親戦争が京都の戸場伏見でスタートするということになってしまいました。母親戦争は始まった当初は旧幕府軍が約1万5千人で、新政府軍が約5千人ということで、 数からしてみれば、旧幕府軍の方が有利でしたし、実際ですね、初めは旧幕府軍が結構押していたんですね。ただ、新政府の方には、朝廷が味方についているということで、新政府軍は、二色の御旗という天皇軍として戦う時の旗を掲げたんですね。 と言っても実は錦の見旗ってこの時代はもう誰も見たことがないので実物なんてどんなものかわからなかったんだけど大久保利道のですね実は愛人なんかが頑張って作ったりして作ったものなんですねその錦の見旗を掲げたことによって旧幕府軍が俗軍で新政府軍が官軍という構図になったわけですよね で、これをもって旧幕府軍側では、えー、新政府には逆らえないということで、えー、寝返ってですね、新政府の方につく人がたくさん出てきて、えー、これをもって形勢が逆転し、新政府が圧倒的な勢いを持っていくということになりました。そして、幕府にとって何より最悪だったのは、今、二式の見旗が掲げられて、旧幕府勢力はガタガタなわけですよね。で、これを立て直すためには、 よし様自らが出陣なさってみんなを鼓舞するしかないという話になるんですよ。それでよしも分かった、俺が出陣するっていう風に言ってくれるんですが、なんとよしはそういった日の夜に密かに江戸に逃亡してしまうということで、部下たちのことを置いて夜逃げしてしまうんですね。で夜逃げした理由についてはドラマの中でも、えー、この後に語られていたので、ちょっと一旦置いときますが、 とにかく、義信は夜逃げしちゃって、その後ですね、お寺に謹慎して、私は新政府には逆らいません、というふうに言い始めたんですね。ということで、今、幕府は大将が逃げ出しちゃったわけなので、新政府はさらに勢いを持っていく、ということになるんですね。ということで、京都から始まった母親戦争は、どんどん東に進んでいって、旧幕府勢力は追いやられることになるんですけど、 最終的に3月15日に江戸へ総攻撃を仕掛けるということが決まります。でこれをもって今幕府では吉信から任命された勝海舟が戦後処理みたいのに当たっているわけですけど、その勝海舟は吉信に対してフランスの支援を受けて全力で戦えば新政府に勝てるかもしれないけど、どうしますかというふうに提案するんですね。 この提案を受けたノブは、まあ、この辺は完全にオリジナルストーリーになるわけですけど、勝海舟に対して、確かにフランスの援助を借りればまだ勝てる見込みはあるが、ただそんなことをしたら日本がフランスの手に渡ってしまうじゃないか。俺を見くびるんじゃねえ。俺はそんなことしないぞ。という風に勝海舟に回答したんですね。 で実は、勝海舟というのは、まあ、吉信を試すためにこういう提案をしたんですけど、まあ、吉信がちゃんと日本のことを思っているってことが分かった勝海舟は、吉信の覚悟に応えるためにも、えー、ちゃんとこの母親戦争をできるだけ平和的な形で終わらせようというふうに、えー、覚悟することになるんですね。 とということで勝海舟はまずこの江戸への総攻撃を止めさせないといけないということで、えー、自分のお手紙をですね山岡鉄舟という男に託して、えー、その山岡鉄舟を西郷隆盛のもとに派遣しましたただこの頃の西郷隆盛は旧幕府勢力は徹底的に叩き潰さなければならないというふうに考えて戦の鬼となっていましたので 山岡鉄衆からの江戸総攻撃中止の提案は受け入れなかったんですね。で、これをもって山岡鉄衆は、山岡鉄衆ってめちゃめちゃ武士らしい武士って感じの人なんですけど、いきなり腹を見せてですね、切腹しようとするんですね。西郷の目の前で切腹しようとするんですけど、それはさすがに西郷も止めてですね、お前ちょっと待てということで、なぜあの吉信のためにそこまでしようとするんだというふうに山岡鉄衆に聞くんですね。 でそれに対して山岡哲宗は「侍が主を信じられなくなったらそれはもう侍ではございますまい」というふうに西郷に回答したんですね。思い返してみれば西郷隆盛も島津成明が亡くなった時に後を追って殉死しようとするくらい主君思いな武士だったわけですよね。ということでまあ思うところがあったのかついに西郷隆盛も折れてくれて わかりました。勝海舟と話し合ってみます。というふうに言ってくれるんですね。ということで、勝海舟と西郷隆盛の会談が開かれるわけですが、その会談の中で勝海舟は、えー、このように言いました。ドラマのセリフをそのまま持ってきましたが、いつの世でも勝者と敗者なんてもんはあっけなく入れ替わる。セゴドン、江戸100万の民に途端の苦しみを舐めさせて作る国に、この先どんな望みがあるというんだ というふうに勝海舟は西郷隆盛に言ったんですね。これを聞いて西郷隆盛がどう思ったのかについてはドラマの中では直接的には描かれていなかったんですけど、ただ西郷隆盛というのは島津成明らから影響を受けて民のための政治を行うっていうのをずっとやってきたわけですよね。でそう考えてみると、江戸へ総攻撃を仕掛けるっていうのが、 まあ本当に民のためになるのかっていうと、民のためにはならないというふうに、おそらく西郷隆盛は判断したんだと思われます。ということで、最終的に西郷隆盛は、わかりました。江戸への総攻撃は私が責任を持って中止させます。というふうに言ってくれたんですね。でそれと引き換えに、新政府に対して江戸城が戦うことなく明け渡された。ということで、この出来事のことを江戸無欠会場と言います。 そして、ここからはドラマのオリジナル設定になりますが、この江戸城無血会場が決まったその日の夜にですね、勝海舟の仲介があったんだっけなその辺は忘れてしまいましたが、西郷隆盛が密かに吉信のところに行って、吉信とお話をするというシーンがドラマの中では描かれるんですね。で、ここで西郷隆盛は吉信に対して、 なんで部下を置いて夜逃げしちゃったんだとか、ま、いろいろ聞くわけですけど、それに対して吉信は、だったら教えてやるということで、こう言いました。吉信は、俺は新政府が怖くて逃げたんじゃねえ。俺はフランスから逃げたのだ。フランスの援助で徳川家を守ることはできたかもしれないが、売国度になるわけにはいかなかった。というふうに答えたんですね。ということで、まあ、この辺は完全にオリジナルストーリーになるわけですが、 母親戦争が始まってすぐ後に二式の御旗が掲げられて、えー、旧幕府勢力がガタガタになるっていう話がありましたよね。で、その時にフランスが今がチャンスということで、吉信に対して我々が全力で支援すればあなたたちを勝たせることができます。ただその代わりに、えー、見返りとして日本の一部を我々にください。的なことを吉信に言ったんですね。 ただ、吉信はそんなことをして売国道になるわけにはいかないということで、えー、そんなことをして徳川家を守るくらいだったら徳川家のことを見捨てて、えー、あえて負けることで日本を救おうという道を吉信は選んだんだという設定になっているわけですね。 で、これを聞いて、西郷隆盛は、今、吉信絶対殺すマンだったわけですけど、吉信様のことを誤解していた。あなたはやっぱりすごい人だった。ということで、えー、最後の最後で、西郷と吉信が、まあちょっと和解する、みたいな雰囲気になりました。まあ個人的にはちょっと納得がいかない展開で、まあそうだとすると、西郷隆盛が勝手に誤解して、吉信絶対殺すマンになって、 えー、当幕を目指して、母親戦争になって、たくさんの人が死んだわけですので、西郷隆盛もっと反省した方がよくねって思いながらドラマを見ていたりしたんですけど、まあ、ドラマだとこういう設定になっていて、まあ、最終的には西郷隆盛と吉信が、まあ、ちょっと和解する、みたいな感じになったんですね。ということで、えー、今、江戸城も無血解除され、西郷と吉信もちょっと仲良くなったということで、めでたしめでたしのように思えますが、そうじゃないんですよね。 母親戦争はこの後も続くことになります。まあなぜなら最後まで新政府と戦ってやるぜっていう旧幕府勢力はたくさんいますし、新政府としてはそういう人たちをちゃんとやっつけた上で新しい日本を作らないといけないというふうに思っているからですね。ということで今後母親戦争は東北、そして最後は北海道の函館まで続くことになります。 ただ、まあこの辺はドラマの中でもかなりダイジェストで描かれていたので、サクッと解説しますが、最後高森も基本的にずっと戦争を続けることになるんですけど、えー、その途中で弟を亡くしちゃったりしているんですね。ということで、最後高森がどんどん疲労していく様子が描かれます。まあそりゃそうで、母親戦争っていうのは1年以上続いてますからね。 西郷隆盛は主要な戦いには大体出ていますので、まあそれはね、たくさん人が死ぬところも見るし、殺すシーンもあるしということで、まあそれは披露していくわけですね。ということで、まあ最終的には新政府が勝つわけですけど、西郷隆盛は疲弊しきってですね、えー、これから新しい日本を作っていくぜっていうふうに大久保利通なんかは盛り上がっているんですけど、えー、それに対して西郷隆盛は、 おいの役目は終わった。薩摩に帰らせてもらいたい。という風うに言うんですね。で、これに対して大久保利道は、えー、ずっと西郷隆盛と二人で歩んできて、新しい日本を作ろうって言ってたわけですよね。 で、今まさに新しい日本が始まろうとしているタイミングで最後が降りてしまうということで、大久保は初めはふざけるんじゃねえというふうに感情的になって激怒するんですけど、まあそれでも最後高森はもう疲れ切ってしまっているということで、やっぱり薩摩に帰るということを選ぶんですね。ということで最後高森は大久保利道に新しい日本を作るということを託して、自分は地元に帰ってゆっくりとするという道を選びました。 ということで、えー、ここからいよいよ新しい時代、明治時代に本格的に入っていくことになります。いやー、僕の動画は毎度そうなんですけど、長くなりすぎる傾向にありますね。ここまでお疲れ様でした。多分、おそらく残り5分の1くらいだと思うので、最後まで楽しんで見ていってください。さて話を戻します。最後から大久保利道は新しい日本を作るということを託されたわけですが、まあ、残念ながら新政府がなかなかまとまらずうまくいかないんですね。 まあ、それはそうで、新しい日本を作るって、めちゃめちゃ大変なことなので、えー、何か政策を始めるってなっても揉めますし、あと、この新政府っていうのは、まあ、長を中心に、土佐藩とか、いろんな藩の人が集まって、まあ、寄せ集めみたいな感じでできてる政府なので、なかなか一枚岩にもならないし、まあ、権力闘争なんかも繰り広げられて、まあ、大久保利道が毎日困ってる、みたいな感じの日々が描かれるんですね。 また、江戸から明治への変化というのは、今までかつてないほどの急激な変化になりますので、当然そういう変化についてこれずに、新政府に文句を言う人たちがたくさん出てくるということで、日々ですね、新政府への不満が高まっていくという状態になっています。そして何より、今新政府が一番困っていたのは、お金がないということなんですね。 というのも、保身戦争は1年以上続いていて、そっちにかなりお金が使われていたので、お金がないんですよ。今、新しい日本を作りたいということで、ま、いろいろと全国規模の大きな政策を行いたい。ただ、それには当然お金がかかる。だけど、お金がない。ということで、新政府は資金不足に困っていたんですね。そこで新政府は、資金不足を解消するために、 廃藩治県を行いたい。つまり、藩を廃止しちゃいたいというふうに考えたんですね。えー、なぜなら、江戸時代までは、まあ、薩摩藩とか長州藩とか土佐藩みたいのが地方にあるわけですけど、それぞれの藩が税金の徴収を担っていたんですよ。つまり、地方のお金がちゃんと東京にある新政府に回ってこなかったんですね。ということで、これを解消したいということで、廃藩治県、つまり、 藩をなくしちゃって、新政府直轄の県を全国に置くことで、中央集権化を目指すということをやりたかったんですね。で、これをやれば、ちゃんと地方を含めて、全国のお金が新政府に回ってくることになりますし、何か全国規模の、えー、政策をやりたいとなった時にも、今までみたいに藩が力を持っていて、どっかの藩が反対するから、えー、新しい政策が打てませんみたいになったらめんどくさいわけですよね。 ということで新政府は廃藩置県をやりたいというふうに考え始めました。ただ、藩をなくすというのはものすごく大きな改革になりますので、当然強い反発が起こるというのは予想されたわけですね。なので新政府は廃藩置県はいつか絶対にやらなければいけないと思いつつ、反発を恐れてなかなか実行できないという状況が続いたんですね。 で、そういう中で、ついに、大久保利道は、西郷隆盛に助けを求めました。というのも、西郷隆盛は、戊辰戦争の英雄ということで、一般の国民からもすごく人気が高かったですし、まあ、そもそも大久保利道は今、なかなかまとまらない新政府の中で揉まれて、すごく疲れていますから、やっぱり新政府に西郷隆盛がいてくれたらなーっていう風になるんですね。ということで、西郷に助けを求めます。 でドラマの中では、いろいろ一悶着あったりするんですが、えー、最終的には西郷隆盛は大久保の助けに応じて新政府へ加わるということになりました。新政府に加わった西郷は、大久保利道から、廃藩置県を実行したいけど、反発が怖いからなかなかできないんだよねって話を聞くんですねで。それに対して西郷隆盛はこのように言いました。 天皇を守るという名目で各藩から兵士を集め、天下に睨みを聞かせれば、それを恐れて反乱することはなくなるんじゃないか、というふうに言ったんですね。これは見事な作戦で、これを行えば各藩は兵士を出すことになりますので、各藩の兵力は下がってなかなか新政府に反抗できなくなる。その上で自分たちのところにはたくさんの兵士が集まる、ということで、まあ、実に見事な作戦なんですね。 ということで、まあこれだけが全ての要因ではないんですけど、西郷隆盛の提案で作られたこの御神兵というのが天下に睨みを聞かせていたということもあって、最終的には特に大きな反乱なしで廃藩置県を実行し成功するということになりました。そして廃藩置県も無事に終わって一区切りついたということで、新政府では岩倉施設団を各国に送ろうという話になるんですね。 真ん中にいるのが岩倉ともそして一番右にいるのが大久保利道になりますね。では、何のために岩倉施設団を各国に派遣するのかというと、その目的の一つ目は、まあ、勉強ということで、西洋の進んだ政治のシステムだったり、法律だったり、経済だったり、まあ、いろいろ勉強して、今後の日本に活かすためっていうのが一つ目、そして何より重要な目的は、不平等条約の改正ということで、 えー、幕末に日米修好通商条約とか、まあ、いろんな条約を結んでいたわけですけど、実はこれが不平等条約だったんですね。ということで、えー、これを改正するための交渉をするということで、えー、各国に岩倉施設団が派遣されることになりました。では、主人公の西郷隆盛はどうだったのかというと、西郷隆盛は岩倉施設団で外国に行くということはなくて、 大久保利道からですね、大久保たちが不在の間の留守政府を任されるという形になったんですね。そして今大久保が警戒しているのは、新政府というのはかなりドロドロとした権力闘争も行われていましたので、自分たちが不在の隙に留守政府のメンバーが勢力を伸ばしすぎてしまうということを警戒していたんですね。 ということもあって大久保は西郷隆盛に俺たちが不在の間に人事の変更や新しい政策はやるなというふうに念押ししたんですね。でこれに対して西郷隆盛もまあ分かったというふうな状況になっています。 ただ、岩倉施設団は、本当はもっと早く帰ってくる予定だったんですけど、まあ、なかなか不平等条約も改正できないということもあって、え最終的に期限が伸びに伸びて、1年10ヶ月もの間、大久保とか岩倉は政府を留守にすることになるんですね。で1年10ヶ月、人事の変更や新しい政策を全くやらないって、まあ、結構難しいわけじゃないですか。 ということで、最終的には、まあ、汚職問題なんかもあって、人事を動かさざるを得なくなって、最後高森も仕方がなく人事を変更したりしているんですね。それに、最後高森は、民のために政治を行うっていうのを信条としていますので、まあ、1年10ヶ月も新しい政策を行わないというのは、まあ、だったらそんな政府はいらないというか、民に対する裏切りでしかないというふうに考えているんですね。 ということで、まあ、最後高森は、初めのうちはちゃんと新しい政策をやらないというのを守っていたんですけど、あまりにも帰ってくるのが遅すぎるということで、えー、留守政府の下で次々と新しい政策を行っていくんですね。で、今回は名前だけの紹介にとどめますけど、まあ、教科書でも必ず習ったことがある学生だったり朝平霊、徴兵令、地祖改正、こういうものはすべて留守政府の下で行われた政策ということになります。 また、留守政府の間で朝鮮をめぐる問題が起こりました。というのも今朝鮮はかつての日本と同じように鎖国していたんですね。ということで新政府が朝鮮に対して開国を求めたんですけど、まあこれをかなり冷たくあしらわれたということで、 まあ、ルス政府の間で朝鮮に対する感情が悪くなって、あいつらのことを武力でボコボコにして、武力で開国させてやるという政官論がルス政府の間で台頭することになったんですね。ただ、ルス政府の中心である西郷隆盛の考えは少し違っていて、西郷隆盛は居留民のことを考えということで、今朝鮮には約2000人くらいの日本人がいるわけなんですけど、 え、武力で開国するとなったら、その2000人が人質に取られちゃう可能性があるわけですよね。というようなことを考えて、ここは話し合いで解決すべき、自分を全権大使として朝鮮に派遣してほしいというふうに、あくまでも自分が朝鮮に行って、話し合いによって開国してもらおうということを最後高森は主張したんですね。当然、関係が悪化した朝鮮に乗り込むっていうのは、かなり危険な行為でもありますので、 反対意見なんかも出たりするんですね。出たりはするんですけど、最終的には留守政府の間では、西郷隆盛を朝鮮に派遣しようという方向で話がまとまったんですねで。そうこうしているうちに、ついに岩倉施設団の面々が帰国することになりました。ただ、不平等条約は改正できなかったということで、まあ確かに西洋の知識なんかは身につけてきていますので、全く無駄ではないわけですけど、 ただ、えー、目に見えた成果は上げられなかったわけですね。ということで、1年10ヶ月も政府を留守にした上に何の成果も上げられなかったということで、えー、大久保利道たちはですね、政府内で立場が弱くなってしまったんですね。ということで、まあ最後はそんなことしなかったんですけど、ただ、留守政府のメンバーの多くは大久保利道のことを嫌って、あいつ邪魔くさいんだけど、みたいな態度を隠さなくなるんですね。 でそうして大久保と道の中でストレスというか闇みたいなものが広がってですね、最終的に大久保は我慢できなくなって、西郷隆盛に対して留守政府のメンバーを排斥して、また俺とお前で新しい政治体制を作ろうぜっていうふうに西郷に提案するんですね。ただこれを西郷隆盛は拒否しました。 というのも、西郷隆盛は、ルス政府のメンバーが、まあ確かに今、大久保と市道に強く当たりすぎではあるんですけど、ただ1年10ヶ月一緒に頑張ってきて、このルス政府のメンバーもちゃんと日本のことを考えて働いてくれる素晴らしい人たちだ、ってことを西郷は分かっているんですね。 なので、最後、高森は、それはできないということで、えー、また一緒に頑張っていけばいいじゃないかって言うんですけど、ただ、大久保としみちは、えー、譲らずにですね、留守政府のメンバーの排斥に、えー、固執するんですね。ということで、えー、これに対して、ついに最後が激怒しちゃって、まあ、これはドラマ内でのセリフになりますし、怒ったはずみで言っちゃっただけなんですけど、大久保に対して、お前の方がいらん。お前が薩摩に帰れ。という風に言ってしまうんですね。 この後西郷隆盛はドラマの中では言い過ぎちゃったということで大久保の家に行って謝罪しに行くんだけどただ大久保は会ってくれないんですね。ということでこの辺から大久保利道は政府から西郷隆盛を含めた留守政府メンバーを排斥することを決意するんですね。 ということで、大久保利光と西郷隆盛は同じ50に生まれて、ずっと同じ道を歩んできたわけですけど、ついにここで敵対することになってしまったんですね。そして、えー、西郷たち留守政府に敵対する大久保利光は、えー、朝鮮をめぐる問題ありましたよね。あれに対して、今留守政府の間では、えー、西郷隆盛を朝鮮に派遣するという方向で話がまとまっていたわけですけど、それに対して、 西郷が捕まって戦争になる危険があるからダメだ。それに今は国内の富国強兵が優先だ。という風うに言って、最後高森の朝鮮派遣に対して猛烈に反対するということをしました。確かに大久保が言っていることも間違いではないので、まあ、どっちの考えが正しいっていうのはなかなか難しいところではあるんですけど、 まあ、あいずれにせよすでに留守政府の間で最後を朝鮮に派遣するという方向で話がまとまっていましたので、まあ、今更これを覆すっていうのはなかなか難しいんですね。で、岩倉智美なんかもう諦めちゃって、最後、もういい、お前朝鮮行けって感じになるんですけど、ただ、大久保はまだ諦めないんですね。大久保利道は岩倉智美に対して、明治天皇に最後高森が朝鮮で捕まって死ぬ可能性があると言ってください。 というふうに言うんですね。というのも明治天皇はとても西郷隆盛のことを可愛がっていたというふうにされていますので、西郷が朝鮮で死ぬ可能性があると聞いて明治天皇はそんな危険な作戦はダメだというふうに言うんですね。ということで、天皇が言うんだから仕方がないでしょということで、もうすでに西郷が朝鮮に行くっていうのは99%決まっていたのに、急にですね、西郷の朝鮮派遣はなしになってしまう。 ということになりました。これに対して、さすがの西郷隆盛も、もう我慢の限界というか、嫌気がさしてしまったんでしょうね。西郷は、わかりました。天使様のお言葉に従います。おいの役目はここまででございますな。あとはお任せいたします。と言って、政府を去るということを決断したんですね。ということで、西郷隆盛だけではなくて、留守政府のメンバーの半分くらいが政府を去ってしまった。 ということで、この出来事を明治6年の政変なんて呼ぶことがあります。ただ、西郷が政府を去ったということが波乱を呼ぶことになります。西郷のことを慕う人だったり、新政府に不満がある元薩摩の人たちがですね、政府の仕事を辞めて、西郷のことを追っかけて鹿児島に来ちゃったんですね。その数実に600人くらいやってきたんですよ。 ただ最後、西郷隆盛はこの頃はもうゆっくりとしたいということで、畑を耕したり、温泉に入ったりして、まあ、普通の暮らしをしているわけですね。ということなので、こういう人たちを相手にせず帰ってくれって感じの態度をとるんですけど、ただ、それでもやっぱり不平氏族と書きましたが、新政府に不満を持って鹿児島にやってくる人の数だったり、不満はエスカレートし続けるということになるんですね。 そして実際に世の中では、えー、名前だけに留めますけど、佐賀の乱みたいな大きな不平士族の反乱も起きていたんですね。ということで、後を高森として見れば、俺はもうゆっくりと過ごしたいんだっていう感じだったと思いますけど、ただ鹿児島に集まってきている不平士族をこのままほったらかしておいたら、えー、何か大きな問題が起きてしまうという危機感もあったんですね。ということで、後を高森はついに動き出して、 えー、族を教育するための私学校というものを設立することにしました。では、なぜ西郷が学校を開いたのかというと、その狙いは、不平死族を組織としてまとめ、不満を抑える狙いがあったんじゃないかというふうに言われています。ということかというと、今、鹿児島にはたくさん不平死族が来ているわけですけど、 最後高森が知らないところで勝手に悪い計画を立てて、新政府に反乱を起こされたりしたら困るわけですよね。ということで、そういう不平氏族を学校という組織にギュッとまとめちゃって、それを最後高森がちゃんと管理することで反乱を抑えるという狙いがありましたし、また学校で勉強なんかを教えることによって不満を抑えるという狙いもあったとされています。 ということで実際に今後明治政府は配当令といって元侍の皆さんはもう刀を持たないでくださいねっていう命令を出したりして各地でこれに不満を覚えた不平士族の反乱が起こったりするんですけど鹿児島では最後高森が私学校を作ってそこで不平士族のことをちゃんと管理していたということもあって大きな反乱は大きな反乱というか特に何の反乱も起こらなかったんですね ということで今、西郷隆盛が作った私学校というのがちゃんと機能しているように見えるんですけど、新政府は違う見方をしていたんですね。どういうことかというと、新政府からすると、西郷隆盛という人気者が私学校を作って、そこにギュッと不平氏族が集まっているという事実が怖いわけですね。確かに今はちゃんと機能しているからいいですけど、 えー、大久保利道のドラマ内でのセリフを借りると、最後の覚悟一つで日本中の種族を奮い立たせることができるということで、もし最後高森が新政府に対して立ち上がってしまったら、今私学校には不平士族が2000人くらい集まっているんですけど、その2000人全員が新政府に牙を剥くことになるわけですね。 ということで、まあ、最後高森は超人気者なので、そこに不平士族が集まっているということが、新政府にとっては超怖いわけですよ。ということで、大久保利道率いる新政府は、私学校に密偵を送ったりすることになるんですね。ただ、密偵を送ったということが、今後の最悪の悲劇につながっていくんですね。まず、密偵が私学校のメンバーにばれてしまって、拷問されてしまうんですね。で、その結果、 鹿児島には火薬庫があって、たくさん火薬があるんですけど、西郷隆盛がいる鹿児島に火薬があるのは怖いということで、新政府は勝手に鹿児島の火薬を新政府に運ぼうとしていたんですね。東京の方に運ぼうとしていました。で、そういうことが拷問の結果明らかになって、私学校のメンバーは怒っちゃって、 え、逆に火薬庫を襲撃して新政府の人をやっつけるってことをやっちゃったんですね。この時最後はゆっくりと温泉に浸かっていて、まあつまり全く自分の知らないところでこういうとんでもない事件が起きてしまったわけですね。で、事態を聞いた最後高森は急いで私学校の元に戻って、お前たち何をやったか分かってんのかという風うに言うんですね。 それはそうで、今新政府に攻撃を仕掛けちゃったわけなので、自分たちがこの瞬間をもって国賊になったわけですね。ということで、新政府によって国賊として討伐される対象になっちゃったわけなので、最後高森は落胆するんですけど、それに対して私学校の生徒も反論するというか、密定が持っていた紙を見せるんですね。 で密程は電信で送られてきた坊主を視察せよって書かれた、まあ、ちっちゃい紙を持ってたんですよ。で坊主を視察せよっていうのは、坊主は西郷隆盛のことだと考えられています。で視察っていうのは、チェックするの意味の視察なのか、刺し殺すの意味の視察なのか、どっちかわかっていなくて、 まあドラマでもどっちですよって説明はなかったんですけど、まあいずれにせよ最後高森っていうのはもしかしたら殺される可能性もあったかもしれないということで、えー、まあそれを最後高森が知ることになるんですね。これを知った最後がどのように思ったのかっていうのはちょっとよくわかりませんでしたが、いずれにせよ今最後たちはもう国賊になっちゃって、新政府に討伐されるっていうのは防げないわけですね。 ということで最後、西郷高森も、いよいよ決心して、みんなで東京へ行き、全国の士族たちの思い、新しきようを見ることなく散っていった先人たちの願い、そのすべてを政府に訴え、祭りごとのあり方を問いただそう。ほいでみんなで必ず佐藤間に帰ってくっとじゃと言って、ついに西郷高森が立ち上がることになってしまった、ということになったんですね。 ということで最後、西郷隆盛たちが江戸に登って進むことになるわけですけど、それを新政府が防ごうとするということで、えー、結局衝突してしまって、最終的には1877年、西南戦争という大きな戦争に発展してしまったということになりました。では、西南戦争をどのように進むか、サクッと解説すると、まず、西郷軍約14000人が、 新政府の軍事拠点として重要なところである熊本城を包囲するんですね。で、これに対して熊本城を守る官軍は4000人しかいなかったということで苦戦することになります。ということで新政府は熊本城に援軍を派遣することになるんですけど、その援軍は必ず田原坂というところを通るんですね。ということで新政府はこの田原坂を通って熊本城に援軍を届けたい、 西郷高森たちは、田原坂を防いで、絶対に援軍を熊本城に入れたくない。ということで、この田原坂が西南戦争で一番の激戦区になっていく。ということになります。では、今、両者の戦力がどういう感じかというと、まず、鉄砲とか大砲みたいな武器は、やっぱり新政府の方が新しいものが揃っていますので、新政府が上なんですね。ただ、白兵戦は西郷軍が上ということで、 まあ白兵戦というのは銃みたいのを使わずに拳とか刀みたいな至近距離で戦うバトルのことを言うんですけど、まあ、田原坂というのは立地的にこの白兵戦になりやすかったらしいんですね。でそういうこともあって、最初は西郷軍が頑張っていたらしいんですけど、ただそれを見て新政府は抜刀隊というものを組んでこの戦いに派遣するんですね。 つまり、剣術の達人たちを集めて部隊を作って、それを派遣したんですよ。これによって新政府が武器も上だし、白兵戦も新政府が上という状態になってしまうんですね。ということで最終的には、西郷軍は田原坂の戦いで敗戦することになって、これをもって西南戦争の負けもほぼ確定してしまったということになりました。 そして最終的には、西郷軍は地元の鹿児島にこもって戦うような形になるんですけど、えー、この時はもうすでに西郷軍がたったの何百人しかいないのに対して、新政府は何万人といるわけで、もう絶対に勝てない状況なんですね。ということで、ここに至って西郷隆盛は、もうここらでよかって言って、切腹してこの世を去るということになりました。こうして西郷隆盛は去年49歳でこの世を去りました。 ただ、今言ったお話は、実は史実のお話で、ドラマだと結構設定が変わっていたりしましたので、一応ドラマバージョンのお話もしますね。ドラマだと、西郷隆盛と大久保利道の関係をドラマチックに描きたかったのか、大久保利道が西郷軍に、明朝4時に総攻撃をかけるが、本日夕刻5時までに降伏すれば、直西郷の命だけは助けよう。 というふうな書状を西郷軍に送ったという設定になっているんですね。で、これを見た、えー、西郷軍の多くの人たちは、西郷先生、降伏してくださいというふうに言うんですけど、西郷は降伏を拒否するんですね。で、その上で西郷隆盛はこのように言いました。今国から戦をなくすためには、追いが死なねばならんとじゃ。追いが死ねば日本国中の士族たちがようやく別の生き方を見つけようとするじゃろ。 おいのしとともに新しき日本が生まれっとじゃと言って、最後を高森は幸福を拒否し、最後まで戦うということを選択したんですね。ということで、ドラマ版の最後を高森は切腹することなく、最後までちゃんと戦って、途中で銃に撃たれて死亡するような設定になっているんですけど、まあその設定自体に対しては賛否両論いろいろあったりしますが、まあ一旦その評価は置いといて、 いずれにせよ、西郷隆盛が言っていたように、西南戦争が国内最後の内乱となって、これをもって不平氏族の反乱はなくなるということになりました。さて、ここからまた史実に戻りますが、今、西郷隆盛は新政府に敗れて死亡したということで、俗軍の将として亡くなってしまったわけですよね。ということで、まあ、とても不名誉な死といえば不名誉な死なわけですが、 今、西郷は俗軍の将として死亡したにもかかわらず、やっぱり国民からの人気はすごく高いんですね。ということで、西郷隆盛が死んだ後に、西郷星っていう話が話題になるんですね。というのも当時え、たまたま火星がなんか近づいてたらしくて、火星が大きく見える時期だったんですね。で、誰かがあの火星の中に西郷隆盛がいるみたいなことを言ってえ、それがすごく話題になったというエピソードがあります。 ということで、まあこういうエピソードからも、最後高森は俗軍の将として死亡しちゃったわけですけど、それでもなお国民からの人気は高かったということがわかりますよね。そして明治22年に明治天皇の遺行などにより退社ということで、まあもう本人は亡くなってしまっているわけですけど、一応罪を許されるということになったんですね。 ということで、また最後高森が、母、え、親、ー、戦争の英雄だったり、えー、明治維新の盾役者みたいな感じの扱いになっていって、えー、皆さんも見たことあるかなこんな感じで、これは上野公園の銅像になりますけど、えー、銅像を建てられるような人物になっていくということになるんですね。はい、ということで、とても長かったですね。最後高森の人生の解説はここで終了しますが、 最後に、西郷隆盛の親友の大久保利道がどうなったのか、簡単に触れておこうと思います。大久保利道は、西郷の死の数ヶ月後、不平氏族によって暗殺されてしまったんですね。で暗殺されたということで、その不平氏族たちは、こういう理由で大久保利道を殺してやったぜ、みたいな文章を残すことになるんですけど、その暗殺した理由としては、まず1点目、 国会や憲法を作らず、民権を抑圧している。二点目、法律がコロコロ変わる。また、コネ採用が多い。三つ目、無駄な事業で国費の無駄遣いをしている。四つ目、国を思う獅子を排斥し、内乱を引き起こした。ということで、まさにこれは西南戦争に触れているわけですね。そして五つ目が、不平等条約を改正しない。ということで、えー、不平種族たちは、こういう理由があって大久保利道を殺したんだ。 というふうに言っているんですね。ただ、大久保利道は暗殺された当日に福島県令に会っているんですけど、その時に戦乱も収まり、ようやく平和になった。明治維新を完成させるには30年の月日がいる。自分は20年目までちゃんと日本の政治を整えて、あとの10年は更新に任せる。というようなことを言っていたらしいんですね。 ということで、大久保利道は、明治維新を30年スパンで、長い目で考えていたわけですよ。そりゃそうで、新しい日本を作るって、そんな簡単にすぐできるわけじゃないので、時間がかかるわけですよね。で、その中でもちろんいろいろ政治を動かすわけなので、まあ、全員を納得させる政治ってなかなかできないわけですよね。なんだけど、まあそういうことを理解できずに、不平氏族の人たちは感情的になって、大久保利道を殺すという手段に出てしまったわけですね。 しかも、大久保への恨みがよっぽど強かったのか、大久保利道ってめちゃめちゃ頭を刺されてて、もうすごく残酷な殺され方をされているんですね。ということで、大久保利道もちゃんと日本のことを考えて政治をやっていたわけですが、最後は不平死族に殺されるということになってしまいました。それでは、大久保利道のエピソードを最後に一つ紹介して、この動画を終わりにします。 国兵士族の皆さんは大久保利通が国費の無駄遣いをしていると言って殺したわけですけど実際はそうではなかったらしいんですね実際はむしろ大久保利通って学校みたいな公共事業にめちゃめちゃ自分のお金を使っていたらしいんですよその結果死後に借金が1億円以上あるということが明らかになるんですねすごいですよね ただ、お金を貸していた債権者の皆さんも、大久保利道が公共事業にお金を使っていたということは知っていたので、えー、大久保の死後も借金を取り立てることはなかったというふうに言われていますね。はい。ということで、まあ、大久保利道もね、西郷隆盛も、まあ、最終的には道を分かれるわけですけど、まあ、日本のためを思っていろいろ動いたと思うんですよね。えー、なんですけど、この二人が亡くなってしまったということで、今回のお話は終了になります。 いや、ものすごく長い動画になりましたね。毎度のことなんですけど。まあ本当は、まあぶっちゃけたことを言うと、そのチャンネル登録とか再生数とか、そういうことを考えると、もっと短い動画をコンスタントに上げた方がいいんじゃないかなと、本当は思ったりするんですけど、なんか最近そういうのがどうでもよくなっていて、それよりも自分が納得できるまで説明し尽くしたいみたいな気持ちの方が強いんですね。 で、その結果、めちゃめちゃ動画の時間が長くなってしまっているので、毎日投稿みたいのは、まあ実際無理で、月に2、3本くらいしか動画を投稿できないかなと思うんですけど、ただ、えー、結構不定期にはなってしまうんですけど、皆さんがこうやって楽しく勉強できるような動画を、えー、ちゃんとね、投稿していきたいと思っていますので、気に入っていただけた方は、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。 えー、ものすごく長い動画になりましたが、最後まで本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。